はい、どうも皆さん、こんにちは。あのね、このね、あの、ボケてるクズどもはほっといて、あの、挨拶無理やり始めていきます。いいよ。今回は、話聞いてくんね、こいつら。普通にやめよっか、もう。じゃあ解散ってことでいいですか、僕たちは。待って待って。ということで、まあ、今日はね、人生ゲーム4、任天堂スイッチやっていきます。まあ、皆さんね、キャラ、おのおの作ってきてくれたと思うんで、まずキャラクター見せ合っていきますか。ナッシーさん。はい。時に人生とは何だと思います？あ、時に人生とは、あ、お揃いの帽子がいるね、なんか。僕はもう被ったんだけど、でもそれもまた人生だからね。うん、そう、同じ軌道をたどり、また離れていく。あの大丈夫、なんかあの王族の血が流れてるやついない？俺はだから脊髄液みんなに飲ませるよ俺。あ、すごい人生だ。結構獣な感じの人生でやってんだ。うん、そう。デキオコさんのこれは何？これ俺の最後のボケね。もうこれ以降ボケませんもん。そう。最後のボケです。デキオコさんがツッコミ役らしいからこの動画。はい。なんでこいつガチで作ってきてるの？怒られるんで聞いてください。応援する皆さん。はい、今回の動画は僕がボケたらその瞬間僕の首輪のね、あのチョーカーが爆発して死にます僕は。ダメだよ。はい。でも今爆発したけど。今突っ込まれたわ。俺負けた。終わりじゃん、終わりじゃん。まあだから、まあ順風真帆とね、このおっさん。うん。これ見てくか。みんな初めてでしょ。うん、初めて。これ何？人生ゲーム。おい、お前ら人生ゲームは初めてか。人生ゲームだから人生だよ。だからなし人生誰か聞いてんじゃん。あ、だって、人生っていうのはでも、あれだ、一つの人間の人生とは限らないよね。やっぱそれは生まれてくる前のその宇宙と一体だった状態からまあ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 、また人間に入ってそのまま宇宙に戻っていくまで、うん、もしかすると頭のおかしい人は置いておいて人生ゲーム始めていきます。まあね、あのナッシーさんのこういう感じの発言聞きたい方はね、ニートオブメンシのコラム見たらこういうことばっか書いてるんで、ぜひぜひ、はい、メンシ管理お願いしますということでやっていきますか。まあ、こんな感じで生まれるには大きすぎる僕たちは赤ちゃんにされてしまいますと。おぉ、あ、かわいい。これ、はい、ディーディー、まんまディーディー。そっくりでしょ。そっくりだね。めっちゃ頑張っちゃった。まあ、要はだから、赤ちゃんの時から能力を磨いて、大人になった時にいい仕事に就こうっちゅうわけやな。なるほどね。うわ、でっか。なんか競争社会じゃん、もう。そう、競争社会。あいつは、競争社会、競争社会。ボケんな。だから、時にディーディーさん。はい。人生って才能だと思いますか？まあ当たり前で才能がなければ何も嬉しい。そうだと。そういうことなんです。だから赤ちゃんの時からあの才能という名の運ゲーが始まりますここから。あ、そうなんだ。はい。そういうこと。ナッシーさんは期待値と夢どちらを優先しますか？ナッシーはでも夢やもんやっぱり。まあこういう感じのことをね、ナッシーさんはよくニントブメンシのこれもうこれ2回目だからもういいわ。もういい、2回選定しなくていい。これ馬さんこれ人生ゲームとかやったことあるないよ。お、ない。人生ゲーム初見。普通の人生ゲーム、うん、あ、皆さん普通人生ゲームあるよ。普通の人生ゲーム、うん、ボードゲームある。え、これじゃあナッシーステータス見ていい？自分のステータス見てよ。じゃあなんもないっす、あなたは。生まれたばかりだと思って。あ、最初はないけど、ここから作ってっから、ね。言葉すら喋れない、あなたたちは。ハートマスで出会いを探す。じゃあ一回喋るのやめる？喋っていいよ。喋れよ。バブー。動画だ、これ。動画。動画意識してくださいね、皆さん。ちゃんと。溜めて話すなって。はい、よし。溜めて解放ね。いや、まだ。溜めすぎだな。これ人生の最初の一歩よ、だって。ここでしくじったらもう終わりだからね。重いよね。で、ここ、長い。ここ、見せかけて、ここ。しくじったね。あなたはしくじりました。今すレベル1で、このマスが踏むと、こういう感じのイベントが発生するんで。はいはいはい。まあ、ピカピカしてるマスに止まれたら嬉しいよねっていう話。視力が上がったって、あ、いいね。全体的にバランスよく上がりましたね。これどのステータスを尖らせていくかで。待って、俺一番びっくりしたの、赤ちゃんの所持金300万って何？あ、これあの、このゲームがボケてます。ああね。ツッコミ待ちなんで。すごいね。いきますよ、じゃあ。ほい。まあ、いいじゃん。ナッシーの3倍強い。レベル2。レベル2だ。いいなぁ。レベル2っすね。副業体験できるテンパック。赤ちゃんでしょ、副業体験。え、英才教育。レベル高くない？ギフテッドじゃん。はいはい。それ違うけどね、ちょっと。ギフテッド。
ちょっと違う、ね、なんかなしよね、もう断ることにギフテッドっていう言葉が、ね、ギフテッドって言葉好きだよね。才能ありますね、多少はセンス、センス、ね、あれセンスめっちゃ爆上がりしてお爆発したね。これ DD 生まれながらにしてセンスがいい。ああ下の下級、下級なしとはちげえわ。さあうまそうだ。 D 芸術家タイプじゃん。まあ、あ、でもいいんじゃないこれ。7。ほぼいいんじゃねえ。でかい数字が。お前が、あれじゃん。あ、でかいのに足りなかった。うるせえな、黙れ。足りなかった点数7点でしょ。しかもまた同じじゃない。配信者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 あ、なんか配信者。配信者の連載距離と受けてんだ。あ、マジか。ボケてるね、馬さん。ボケちょっとボケだよ、それ。それボケか。ボケだよ、ボケだよ。7点のボケでしょ。なんで自分でボケだよって言うの。皆さんね、これ上の、左上のターンって見てください、これ。あ、え、な書いてある？え、これ赤ちゃんの時代は3ターンしかないんで、つまり赤ちゃんの時代3ターン全部レアラッキーマスに止まれなかったら、パスです。うん、え？はい。え、強制的に何？子供になっちゃうの？見てください。ラッキー1。ラッキー2、ラッキー2。はい、パスの人生です、あなたたちは。ということで、僕が、ラッキーマスルベさん、止めてみせます。マジ？お、本当に止まったじゃん。本当に止まった。お前さ、お前、これで止まったら違うやん、それは。いや、うん、あのね、皆さん、これはボケではありません。これ、ツッコミなんです、このゲームに対する。これでお前、1なのが。あの、人生に対する、この、才能、俺はね、うん、受け入れた、今。え、強っ。うわぁ、知力、はい、やばぁ、やっぱ知力上がるんだ。パスコさんも20丸。これね、レアラッキーに止まると、成長のこのバフがかかるんですよ。何それ。はい。でも、ちょっとなんか人と違うところ見せたいから、あの、紫色のマス座りたいな。確かに。何それ、不幸な人生歩もうとしてんだよ。これ不幸なのか、紫色のこの飴玉。はい、まあそれを不幸にするかどうかはなし次第だからね。なし次第だからね。それ不幸な出来事だよ。はよ回さぬかイラストして受けるよ、ね、はよ捨て。はい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 。5ね。もうね曲がってるな明日のピン。まあまた1ね。初めで1じゃん、うん、もうカスの人生だなお前。カスの人生だ。カスの人生歩んでるっすね、なしさんは。なしこれガチャ外れてるよ。ああこうやってこれ親に甘やかされて、あいつは大きくなった時に何もできなくなるパターンじゃん。そうなんですよ。あ、これもう、また全体的に。まあ、でもね、ナシさん、焦る必要ありません。はい。未来は明るいですよ。なるほど。おっしゃ。8ね。いいんじゃないの？あれ？あれ、これ、でかけりゃいいってわけでもないんですよ、DD さん。はは？おぉ、これ学びじゃん、でも。野菜食え、野菜。普通に食中毒だ。食中毒？ああ。え、めっちゃ下がるやん。野菜食えよ。ほんとだよなぁ。食えて。あ、食えよ。これ結構でかい。え、やば。よし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 。レアラッキーはマジ熱いっすって。ある。赤ちゃんの動画。まあ、またなんかエンタメじゃん、俺。もうね、あなたの将来はね、決まってます、割と。もう配信じゃん。中盤になっちゃうしかないね、これ。これずるいよな、このパッシブ。まあまあまあ、で、僕は、まあ、6、7、10。まあ、どれが割とある。簡単かな。3分の1ぐらい。うん。はなんか絶妙だな。まあ、カスだよな。まあ、この辺の、もうイベントはもうクソゴミでスキップします。オッケーオッケー。もう言わない。政治家。あと一旦。なんか、ナッシーだけ乗り遅れてるんだけど、ナッシー5だよ、ナッシー5だよ。遅れてるよ、ナッシー。いや、これ5でヒヤリって思いきや、うん、なんていうの、リンゴが落ちてきて重力を発見したとか、はいはいはい、ないもん。はいはいはい。確かにね。はい。わかるわー。いや、重力はもう見つかってる世界線なんだよね。あ、確かに。そうだわ。そうだわ。あの、また、また、ラッキーマスレベル2だ。あ、ウマヅラハギちゃんと一緒に。え、これお前もわかるもんね。そう。これね。あの、皆さん、このゲームは対戦ゲームではありません。実は協力的な部分もあるわけですよ。え、マジで？なんで？そういうことも。これね、馬さんも上がるっす。おぞっす、おぞっす、おぞっす。あ、ちゃんとセンスの効果僕とディーディーはハブられましたね、普通に。え、普通にあれだ、大人だったら覚えとけ、お前ら。怖いこと言いますね、結構。尖ってんの、こいつ。子供ながらにして尖ってる。え、多分これ、ディーディーこれ親違うよ、多分。違う。ちなみに。何かとは言わないけど。え？あ、そういうこと？うん。ちょっと時間かかっちゃったわ。
何かとは言えないけどね。なるほどね。まあ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 。デキさん、俺もついでにあげてくれ、それ。一緒にあげてくれ。はあ。やっぱりダッシーと一緒になったら、バンジージャンプ。規制はね、ダメですよ。サッカー。サッカー選手。まあ、いろんなところがかかってくる。あ、両方 F いった。いいじゃん、いいじゃん。バランスタイプな人生は読もうとしていると。え、3F じゃん、3F。何、3F。え、強くない？まだレベル1だよ。パスの人生だね。安いや。まあ、誰も邪魔す。もう眠ることも、まあ、寝る子は育ちますから。いつものできる子さんやんか、ね。やめてください。やめてください。大学で寝てる話はやめてください。赤ちゃんライフここまで。僕たちはここから急成長します。おぉ。これ途中経過こんな感じ。え、やばい、俺めっちゃ低い。え、でもナッシーは一番最低じゃない。GFG だよ。まあでもこっからが本番なんで、やっぱり。小学3年生までで結構フィジカル決まるみたいな話聞きます。あ、マジ？あ、そうなんだ。いや別になんか現実の話でこのゲームなんか関係ないっす。お前、マジでさ、俺らこのゲーム初めて。あるいな、これで言った。あのさ、まあまあ、ボケ倒すのやめろよ。落ち着いてください。準備はよろしいですか？あ、ナッシーはもうあれだよ、友達100人来る勢いだよ。無理やったじゃん、ナッシー。さらにやる気持ったの。じゃ人生ゲームくらい夢見させてよ。まあまあまあ、夢はでかい方がいいっすからね。そう。レッツゴーレッツゴー。え、これね、お金マスとかはないんだ、まだ。もう若くしてジーグイエガーじゃん、もう。若くしてジーグじゃねえか。これさ、恋愛マスまだないの？ないな。あ、ええ恋愛？なんか、ハートマスに止まるとさ、なんか、うん、彼女ができるんだよね。あ、10だったらこれ赤マス止まれる。これワンチャン黒くね？おー、まあ、レアラ、でかいっす。あ、放課後になった。これどこで遊ぶかで、ステータスの伸び方が違うわけ。でも、家だよ、家。家で遊んだってさ、家で何すんの？じゃあマリオカートとか遊んでさ、そう、マリオカートでしょ。立派な大人になれますかって言ったらなれません。お前やん、マリオカートしたわ。まあこれ公園は怪我して、なんかもうそこから一生入院とかになったとないから。結構ネガティブなんだな、まあ、こいつ。図書館安泰じゃない？一旦。図書館なんか本降ってくるかもよ。確かに。これ、どこが図書館なの？カフェやん、普通に。ナッシーもなんかなかなかやばい。目やばくない、ナッシー。あ、確かに気づいた。これあれだよ、あの、押せる子の子ね、押せる子、押せる子、押せる子の、あの、ポジのちゃんの目だよ。黙れ、お前。押せる子みたいになってるやんけ。押せる子みたいになってる。別に押せる、ボケてんすか、クマさん。ボケだよ。ツッコミ。ボケてんすか。なんかさ、何年わかんのボケって言ったらボケになる風潮。待って。うん。これ何体験するかで伸び方違う。一番下選ぶと思うやん。2番目なんですよ。俳優か。俳優？え、ちょっと背伸びしすぎじゃない？あ、これ。右くんさんじゃないこれ。俺はセンスが上がったから、右くんさんじゃない。右くんさん。やつをやって。センス全振りなんですよね。こちら俳優は割と何でも上がります。マジ？全部、全体的にバランスよく上がる。俳優は教えてくれてありがとう。はい、いいね。攻略引き。俳優はバランス型なんで、すべてのステータス使うって。7か。まあ、超ラッ、ちょっとラッキーのバランスか。まあ、2でも全然美味しいっすよ。マイナス以外は全部美味しいっす。こう、悲観的になればよ、マズラハギ。フィギュアをもらえたと。到底フィギュアごとげで喜ぶキャラクターデザインじゃないけど。野球ボールじゃねえの。毎ターンお小遣いをもらえる？まあ、聞いちゃうか。ジークじゃん。あ、まあ、超ラッキーじゃん。全員レアラッキー？俺らラッキーじゃねえ。選択来るんじゃない？これ誰にしようかな。海外だろ、こんなの。絶対海外じゃん。海外ね、行くとね、どうなるかってね、頭が良くなるんです。ほら、賢い子供だったら褒められて。もうこの時点でもうディーディーより喋れるんだよ、英語。はっ、キモすぎこいつ。はい、やっぱ。え、お前、金300万円よこせ、お前。海外行ったら。エクストリームや。今残り2ターン。やだな、これここで1引いてさ、はい、この涙マスとかやったらなんか出てくるんじゃないの？いや、まあ、そんな簡単に怒んないっすよ、そういうことは。子供の頃から、ね、まあ怒んない、大丈夫で、あやめて、ルーレット、そんな声出るんで。これはいいの、ナッシー調子いいっすね。調子いいね。まあ、何を伸ばすか。え、ナッシー実はね、子供の頃にね、一回だけ
ヒップホップのダンスのクラブ。ヒップホップ。一回だけ習ってたことあるんですよ。習ってるってやるくらい一回だけ習っ違う。違う。だから、ゆえにここはダンス選ぶ。あ、なるほどね。テンスだろ、これは。あ、でも、あれやの。あの、星野愛だからな。まあ、確かに確かに。アイドル路線。アイドル路線。アイドル路線か。体力ねえのにどうすんだ。体力は後からつけれ、ね、そうよ。なるほど。うわ、しょうもねえ。ジークマスかよ。ジークマス言うの。ジークね。こういう金金金金金事前活動することもできると。金。小学生が金とか言うな。うえ、でっこ。なんか事前活動するとちょっと物もらえたりします。あ、おかしくないけど。さっきのなんか福袋みたいななんかカードがあるんですよ、ね。やばくない？これね。福の神。これアホみたいに美味しいです。高校生までもバイター。じゃあファイヤーできるじゃん、小学生の頃から。小学生で500万のお小遣いって何者？こいつは。え、それボケそれ？え、小学生で500万もらってたくね、みんな。もらわねえだろ。もらわねえ。お前、はい、いやいボケてるのはお前だよ。え？なんでシール拾ったら体力上がんで、おかしいだろ。なんか、まさなんかコレクターの道を進もうとしてるじゃん。アイテムがすごい。ゴミ集めすんのこれ。なんか、ナイティルート、ウマヅラさん。おぉ。か。まあ、全然いいっすよ。止まんないだけでいいから。ああ、やる気出ないなあ。あ皆さん。これ、ね、変なおじさんになんかされちゃいます。え何しちゃったその代わり、背中に不思議なボタンがついて。意味わかんなくね、これ、これネタバレなんですけど、大人だったら800万で売れるんで、普通に美味しいです。あ、そうなんだ。めっちゃネタバレするやん。普通にネタバレしていくんで、今回。さあ、どうなる？ここはでも、単価4だよなー。いや、これ確かにそうっすね。レアラッキーつけたらでかいっす。3連続で、そしたらなし。うん。これ今揺れてるっしょ、ルーレット。揺れてる揺れてる。で、この揺らぎの中で、この観測地点、3と4が重なり合う、この点で離すと、8なんですよ、ね。8になるんですよね。ボケじゃない。おー、びっくりした。いや、もうナッシーのそれはボケじゃない。もうリアルだ。言ってることわかんないもん。あ、いいじゃん。はよかったね。ちょっと、よかったよかった。めっちゃ強い。なんか強いな、ナッシー。なんかこれいいんじゃないの、ナッシー。いいね。賢さ20万の、おー、はいはい。あ、で、一の目カードね。これも結構使えそう。あ、だいぶ便利だね。あ、で、しかも僕の神。やーばーい。俺か。カードある？大きいメカードなら、今使うのもったいなくない？これから人生長いですよ、ね、マジで。人生まだ始まったばかりなんてレベルじゃないんで。お !10! あ、これなんかいけるんじゃない？スーパーラッキーマス。あ、いついた。あ、惜しい。まあ、惜しい惜しい。3択だ。これ何伸ばしたいか。俺ジークとキャッチボールするから、ちょっとボール欲しい。体力俺とキャッチボールしてんのか。ちゃんとジークがいるんだな。これ馬さんじゃなくてやっぱジークなんだ、ちゃんと。ちゃんとジークとして扱ってくんだ。疲れそうだね。あ、どうだ。いやー、マジか。あっつぎちゃう。え、ジークイントロクイズ出んのか。何画像クイズ早しにイントロ。え、でもセンスじゃない？センス伸びてるから。お、パスポワ。伸びてるものを伸ばすのが大事ですよ、子供のうちは。ジーク、体力ないと。いいこと言いますね。体力ないからリバに負けんだよ、お前。お、強い。一緒にお願いします。これ引きゃいいんだよね。おえ、なんかレベル高くないですか？教わる内容の。医者に教わるか。ちょっと知力伸ばそうかな、俺も伸びてるところ伸ばすってことで。おー、やばい。おー、とんでもないことになっちゃったね。もう振動じゃん。もうね、学校の授業意味ありません。もう周りの子がロボットに見えました。周りの子がロボットに見えたところで、ここまでの結果、こんな感じで。周りの子がロボットに見えてる。F なんだけど。続いて、中学生になっちゃった。あ、出た、中学生。ちょっと小学生遅れ取り戻したい人もいるんじゃない？遅れてる。こっから、ちょっと特別な選択肢が増えたりするんだけど、やばい、1マス目でもうなんか恐ろしいの見える。
部活動が始まります。うわ、部活動か。はい、馬さん何部入ってましたか？僕は野球してましたね。え、意外。ね、できんの野球。できんのって何？小学生の頃もだって5年間やってたからね。あ、そうなんだ。いや、ホームランとか打ったことあるんだ。いや、ないっすね。え、お前ベンチやん。あ、まあ、あれか、ホームランないルール。ホームラン打てない系でした。ホームランないタイプの野球ね。ホームラン打てない系プレイヤーでした。でも野球ってやっぱホームランが全てじゃないじゃん。みんなでちょっと繋いでみたいな。そうそうそう。日本らしい野球です。で、ナッシーさんは何部に入るか。ナッシーは、でも、ちなむとナッシー中学校の頃英語部だったんで、これ文化部で。まあ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 。これ英語学びまくって、海外進出惜しいやつ出ていく。なるほど。まあ、ちなみにナッシーさんが選んだと言っちゃうんですけど、まあ、僕が全部知ってるんで、はい、ちょっと不公平だと思って言います。まず文化部に入るとセンスが上がる。はいはいはい、はい、運動部に入ると体力が上がる、はいはい、で勉強優先だと知力が上がる。もうこれ覚えてる。なるほど、なるほど、ね、分かりやすい。それなんでナッシーが選ぶ前に言ってくれなかったの？ボケ。え、それ俺のボケだ。あ、なるほどね。俺のボケ。なぜだろにボケ入れてくれ。え、ここ残念。あ、ついてないね。ついてない。しょっぱなヒヤリ。あ、ネットショップ、ね。え、なんでそう思ってんの？そのもんか。それはもうあれだ、太いからなし。太いんすか。全員親太いんだよ。300万もらってんだよ、生まれた瞬間に。やばいやばいやばい。と見せかけて、知力はでも学びがありましたみたいな。あ、そうそうそう。よく知ってんじゃん。子供が失っていい金額じゃないってやな、100万。うん、コンクール出すため作品。おー、いいじゃん。いいね、なんか順調に。あ、追加で上がるんだ。順調に河野さんと同じ道たどろうとしてんだこいつ。地味に。そうなんだ。俺も文化部行くじゃん。文化部ね。で、ルーレット 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 か。9と10。でっかいね、出ればって感じ。まあ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 、なんだね、全然食らわない、食らわないだけで全然。まあ、出かけりゃいいってわけじゃないですよ。やっぱラッキーに泊まれるように行きたい。え、待って、これどっちだ？写真を加工する。いや、センス。お。お。センス。悪いことしたね。いいね。これ悪いことすると運勢が下がります。え、運勢って。そう、だから運勢を犠牲に上げたいステータスを上げるっていう選択肢も出てくる。なるほどね。先生ね、運勢が悪いと途中で事故にあった一回休みとかそういうことになってくるわけ。知らない。俺ら下がりきったことがない。おお。うん。先生気になるね。みんないい暮らしをしてた。いや、これどうしよう。一応言うと、一応言うとね、あの俺とらしい文化部だから他のとこ選んでない方がいいんじゃないかな。いや、そうですよね。まあでも、まあ、普通にセンス高いから文化部選んでもいいです。まあ、ここは俺は。出来お子さん勉強優先するはずだから運動部してみるから。ああ。これね、将来あなたは後悔します。昔言いました、伸びてるステータスと、もう一つのステータスを部活で補おうとした男。彼はね、どうなったと思いますか？え、どうなったんだよ。どうなったんだよ。どうなったんですか？どうなったんだよ。生涯無名女優のまま、死にました。でもや、やめろよ、そういうこと言うのよ。誰なんだ？誰なんだ、その答えは次明らかに。まあまあ、ここはちょっとまあ、どういうこと、伸ばしたいせいだ、その誰もついてないから、そのボケ。あさ、俺、初見なのよ、俺ら。テンスね、上がってね。女性開始されんの女優。あの、ナシの目っていいね。ピンポイント。これちょっと体力も上がるんだよな。だから馬さんはこうセンスと体力使う職業に就くと、ハッピーだよね、みたいな。1位か、ね、勉強優先します。まあ、知力。出来横に瞬間流れる前世の記憶。前世の記憶に入って全国大会予選敗退した、あの、いわばしき記憶。バランス型育成からの脱却。前世が重要です。前世こういうことかよ。前回ね。なるほどね。4点だね。まあ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 。まあ、これは、ブログ書いてんの？ブログを書く時間だってないだろ。絶対これ勉強しろよ、ブログ書く時間だった。いや、ブログもまた勉強ってことよ。え、体力、体力上がったんだ。体力とセンスだったのか、選択肢的に。あれ誰？俺じゃないな、誰だ、あれ
電気を。あ、これ恋かこれ。あ、なんかすごいすごい、え、なんか始まってる。なんか始まってる。え、なんか知らないイベントが起きて体力がかかったんだけど。え、本当に知らないの来た。え、ナッシーは欲しかったのに来ない。え、絶望のナッシーさん来ました。ナッシー、え、ちょっと一旦ステータス。あの、まだ出会いがないんだよな。出会いはね、高校生から始まります。出会い見込みすぎだろ、お前。違う。混ぜてんじゃん。混ぜすぎだろ、お前。混ぜ書きやめろ。まあでも、一旦これ軸歪まって。軸は歪まないし。あー、こっちが中学校から原則始まった。とある教室の扉に立ち入り禁止と、そんなはいはいはい。そりゃそうだ。運勢爆下がりじゃん。逆張りだね。あ、フローリングのワックスが剥がれていた。悪いことすんね、あんた。あ、やば。これは、これで運も下がっちゃうの、でも。下がるんじゃないか。下がる。本当だ。今、キッチンだからいいけど、そのうちちょっとね。ちょっと地獄とか、うん、地獄とかになるともう終わるの。え、あの、え、ラッシー、おみくじって知ってる？ラッシーの地域のおみくじ、そうなんだ。天国、地獄しかないんだ。だからもう二択なんだね、結構。結構厳しいな。そっちの方がよくね、でも。天国、基地、地獄。あ、センスも上がりの。天国と地獄しかないの。そうで、デイデイでもそれ、ちっちゃいカードなくないでも。あ、結構長いんだ。3ターンで、え、無理やん。全部10出さないと多分無理だよ、僕は。あー、なるほどね。もう普通にじゃいきます、確かに。まあ、1かに出すのがいいよね。あー、6か。まあ、6やばくね。あー、大丈夫だ。すごいです。あ、え、これ中学生がレビュー書くの、インターネットに。え、わかんな。なになになに、これどっちあげるかっす。難しい、ね、何を上がるだろうかって想像してください。視力か。これセンス上がるか。これはちだ。普通にあれだわ。お、もう綺麗だ、ね。叩き入れてる。これセンスか。センスめっちゃ上がったか。はい、でもぐんぐん上がってくじゃんセンスか。おお、運勢下がったね、でも。で結構運ない。うん。運はいいよ。丸書きだね。は？視力。今日までまず。まず引かれる。さあ何が起こるのか。隕石が降ってきてもおかしくないからね。そうになったら何が起こるんでしょうか。え、地鳴らしとか。地鳴らし。あ、これやばくない？大丈夫。怖い。え、何？え、ジーク。いや、もうどっちが不審者か分かんないですけど。どっちも。え、どうすんのよこれ。いや、これ使うとあるかもよ。いや、これそういう。うん、そういうあの業界の人です。すごい。携帯端末をしまってくれた。え、何？あ、そういう業界の人。ええ、運勢上がってよかったね。あ、やった9月ね。これで結構やっぱなんか馬さんらしい人になってんか。座学から入るみたいな。確かに性格現れるよ。惜しいな。あ、惜しい。惜しい。まあ2でも全然。あ、これね、塾に行ったら運勢下がってるから分かるんですけど。うん。知ってんの？普通に塾に行きます。人生2周目のやつだるいな。はい、だからまあ要はだから、ボランティアとかすると運勢が上がって、ボランティアから逃げたら運勢下がるって。はいはい。悪いことはしない方がいい、本当に。なるほど、ね。ボランティアに参加しないことが悪いことなのか。まあ、ボランティアに参加した方がいいよね。でもやっぱり。まあ確かにね。まあ、馬さんはそうなのかもしれないけど、ボランティアに別になんかどうでもいいでしょみたいな。あ、いやいやいや。俺はそうは思わないかな。いや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 。ボランティアにも参加せず、勉強した結果、兄弟に落ちたの。あ、あ。なし、それ突っ込みすぎじゃないそれ。ちょっと待って、突っ込みすぎた。もうやめようかな、俺、このゲーム。もうやめようかな。まあ、ボケてればいいんだよ、お前は。お前ボケてればいいんだよ。ここで7出したら最高だぞ、なし。一旦出しとく。7出したら、出歩きます、止まれるし。そんななんかできすぎた話あるか。ないっす。ないっす。おぉ、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 やらきじゃん。本当にありそう。しっかり、もう、馬づらぎは兄弟で発展あったらよかったのよ。うるせえな。関係ないだろ、今、俺のターン。俺の話関係ないだろ。うるさかったね。え、なんか1の目も2の目もあるやん。あ、でも持って、
え、じゃあ男子どうしよう、これなんか大人になる頃には10人くらい彼女いたらどうしよう。いるかもね。したがん。あ、でもおかしいだろこいつ。こういう時にこれ、これ愛ですねスタンプ。早くやればいい。いいから、ね。スタンプってさ、そのターンの人が使うもんじゃないよ。そうなんだよね。はいはいはい。あれ。審査員の評価は大事大事大事。おー、緊張。緊張ね。これ何 ?300 万円。あ、でまたセンスも。やっぱセンスに振ってもいいかもな。これそうなんだよね。なし、センス高いから緊張取れた。それやばくない？あ、カードがいっぱい。まあまあ、それやってみなきゃ分かんない。モテる、モテるしてよ、モテる。いや、絶対これ持っとく。何してるか。でも、1の目はいらなくない？でもね、奥の方行った方が良くない？そんなことはないんだよね。レアラッキーの手前に止まることもあるね。レアラッキーの手前に止まったら1名見つかったよね。賢さ捨てるとはいえ。余裕してないから。まあそこは迷うよな。あ、でもこれ大きい名カードいらないかもな。いらないって言ったらいいの。まあ、運ゲーかも。諸説あるね。諸説あるわ。残り200円チームって4分も考えていいんだ。結構長考ですよ。やっぱ人生だから。やばい。ここ体力 F なのに体運動部だもん。感じ。おお、D だった。ナッシーの見た感じ。ボケてるそれ。うん、ボケ。ボケ、ナッシーの見た感じ、だからカードを持ってる回数が決まってるんで、使っちゃいます。これ6個出した。あ、賢い。あ、これでね、一旦あれを飛ばす。よっしゃ !6 出した。これはいいね。いいっすか、これは言うと。カードはね、割とね、もらえるんで、終盤、どんどん。欲しいカードもらえるのに、ね。スーパーセンスマン。あ、もう C 行くじゃん。ほら、メイン1の目カード。あるんだったらいけるっすよ。おいしょー。おー。はい、いしょー。これ、ナッシー、センス、シーの DD と同じ世界戦うことになってるけど大丈夫。いや、まあでも、知力もあるから、ナッシーは。じゃあ、これ、ステータス終わってね。まあでも、まだ高校あるんで。あ、ついてないっすね。やばい。ああ、やばい。これ、パラディトだ。あ、やばい。あらららら。敵髄液入ったワイン飲まないと。あ、さあどうなる？熱中症になった直後に大会出てるってこの人。え、あれ？はい、あれやばい。再開します。あれ？ザコか？俺は空気を読んで運動部にしたんだよ。ちょっとミスるんだね。文化部にしたいよ俺も。いや、そうよね。だから周りの空気を読みすぎた結果、なりたい自分になれないと。お、10。まあしょっぱいな。いや、止まんないだけしょっぱいね。十分です。家族が風邪になってしまったらどうしよう。これ、ね、映らないようにすると体力、ね、運が下がるくない。視力が上がるはず。でも運が下がる。でもこれ運上げます。僕だね。はい、死にたくないんで。みんな元気になってよかったな。死ぬんだこれ。運ない死ぬの。運下がると知らない。え、ちな、本当にみんな運大吉とかだったませんか。え、やば。え、代表目指そうか。本当に知らないんだよ。全部に。まあもちろん全国順位内入るんです。まあ、神童と言われた私果たして大学合格できるんでしょう。京都大学に志望しようかな。あ、こいつ俺よりすごいわ。視力 C じゃん。 C。 なんかいいね、みんな尖ってきたね。はいはいはい。ここまでの結果こんな感じになってます。結果知力 G なんだけど俺。これ終わってないのかしてる。なんか原作人形っぽくていいね。続いて高校生突入。ナッシーさん、これ恋愛始まるんじゃない？ナッシーさん、お待ちかねの。来た来た。ナッシーの時代やん。ナッシーさんは青春を取り戻すことはできるのか。一旦に3人は欲しいよ。一旦に3人は多いよ。一旦に3人ってなに？将来のパートナーに出会えるかもしれない。2カードでいけるんじゃない？2の目カード。2の目使ったらいけますよ。いけるいける。さあ、準備よろしいですか？もうこれ、ここで、ここで。はいですね。なんかこれ、シネスタンプとかないですかね。将来のパートナーと出会う。うん、そうよ。最初、早速、あ、もう出会えるんだ。はい、もうこの段階でも割とちょっと絞れってよ。誰がいいかなぁ。この女の子は、うん、なんていうか、間違いなくなんか、不良だから近づかない方がいい。うん、はい。金髪のツインテラー不良ってことで OK なし。違う。結構尖った発言しますね、なっさん。待って。はい、この女の子は、うん、優しいんだけど、うん、どっかでちょっとヒステリック起こして、通列されそう。差別と偏見か？違う。ちょっと待って。この女の子は、でもうん、ちょっと気強いから、なんか、下敷きにされそうだよ。
あ、下敷き。な、なし、なしさ。キモい。なってくると、うん、この女の子。男はない。消去法とかない。なし、消去法で選ぶタイプなんだな、女の子。一応左下あるけど。一応優しくて。待って、あと240秒あるの。せいてるってゲームが。なし、もうちょっとロマンチストなのかと思ってさ、一目惚れとかで選ぶのかと思ったら、結構消去法で選ぶんだ。そうだ、まだいない、うん、でもまだ運命の人に出会ってない、お前の方が気持ち悪いから運命の人ね、これちょっとヒントに、あ、じゃあこの子供の中に声かけてみて、はい、こんにちは、あ、エリーちゃん、スポーツなのそれで、あ、まあ、こんな感じで、その性格が合ってるやつ選ぶと、星4つって何これ、星4は星の数があるの、女としては、要はメスとしての性能すやばいやばいやばいや、これゲームが一番やばいじゃん、いやこれ本当にそう、ちなみに、まあ、どうなるかっていう大体の結果は、まあ、ちょっともうちょっと育ってから話すわ、みんなが、いや、ディディとセンスぶつけに行こっかな、じゃあ、でもさ、あれで視力も伸ばしてったらいいんじゃない、まあ、いや、勉強優先だったら、まあ、確かに、あ、まあ、そうか、それ DD で行くってこと、あ、確かに、どっちも使う職業があるから、確かに、ディーストップかなのもあるけど、知力カード持ってるじゃん、なし。確かに。だから、知力上げとけば、ちょうどいい感じになるんじゃない？で、2の目と。お、行くね。これはもう決めてるからね、もう。ガンガンやん。あ、これもう全部2だ。そう、全部2になる。はいですねー。あ、どうでこれ。山登り？これね。え、なにこれ、木の上から落ちてくるみたいな話言ってる。おー。え、なんか、そんな風に、別の女別の女と出会います。タオル子ね、足3つじゃん、あ、これ捨てだよ、捨て、リセマラでいい、これ足3つだから捨て、4のが強い、うん、ただこういう風にオールマイティだ、あー 58% 多分ね、多分これあれなんじゃないかな、このオールマイティとか勉強できますとかそういう感じで、その女の子の癖の分そのステータス上げやすくなるから、なるほどね、そういう選び方もしていいんです、なんか、ディディは誰ね、まあ、センスありそうなやつでもいいし。でもさ、多分、ナッシーとかのノリでいくとこっちを選ぶ日なんだけど、うん、センスありそうなのはこいつなのよ。あ、う、あ、ん。で、これ、こう4つあるわけじゃん。こっち D2 で。で、こっちも4つあるわけじゃん。うん、で、センスの枠は右下じゃんってことは、こいつがセンスです。お、確かに、センスっぽさはあるよね。なるほどね。あ、ほんと、天才じゃないか。天才だわ。やばい、センス爆発だって。このゲームを理解した。で、また文化部と。賢いね。センス尖ってくね、DD どんどん。え、これだと大人になる頃にはセンス Z とかになってるじゃん。ここで6マス。まあまあまあ、これ使います。Z は下がっとんよ。じゃあ、これ使いますね。あの、青引きたくないんで。ちょっとあの、ツッコミがかき消される世界なんだ、ここ。うん、ゆっくりしてた今。うん、ゆっくりしちゃってます。Z を消される。Z は下がるんだね。そう。Z 下がってんだな。Z は下がってんだ。わかるよ、馬さん。俺、馬さんは間違ってないと思う。すんごい気になった、俺。わかる、その S まで行ってオーバーフローするんだ。さりげなくなんか DD が無双してるわ。1000万もらってるわ。ごめんなさいです。はいはいはい。1000万って何？どうぞ上がって。いいです。はいはいはい。非常に。なんか、やだな。はい。偉い。どんどん下がってる。やばい、もう B じゃん。B 突入。DD と戦わなくてよいかな。さあ誰選ぶか、マズラさん、どうしないの、マズラ足のセンス、いやセンス上げてもなんか俺勝てないからさ、え、満面なくじゃない、やっぱここはオールマイティだから、オールマイティ左上っぽくない、確かに、いやこっち勉強っぽくない、いやだってさ、だってさ、まあ、どうなるか、勉強、体力、だ体力センスが左下2つなんじゃん、うん、いや こいつに行くか、じゃあオールマイティちゃん、そうですね、ちなみに俺は全部知ってたはずなんだけど全部忘れました、普通に、これオールマイティーちゃん、全然変わったね、ジークはどうするよこれ、でも、まあ、オールマイティーに行くなら、うん、勉強じゃない、勉強す、いや全部取りに行くのはさすがに良くないと思うんですよ僕、お、あ、2択、なるほど、うん、2個、まあ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 、ものによりますけどね、上げても2個よ、運動か、上げても2個、そういないからな、おー、500万ね、美味しいよねこれ、100万ずっとうまいよな、うまいうまいうまい、まあでもそのうち橋高値になりますけど、あ、そうなんだ、はい、そうなんだ、やばい、今は美味しい、お、さあどうなる、これでもジークやん、もうこんな戦え、戦え、ウマヅラハニー、戦うかこれ、どっちからあるぞ、皆さんには
え、あ、ほら、互いを認め合うこと。体力上がった。要するになんで下がるんだよ。悪いことなんだよ。互いに認め合ったの。でも そうだよな、なんか喧嘩して、そうだもんね、相手を分かっていくもん。さあ、高校生では馬さんは卒に行けるのか。そしてディーディ君、僕はあなたと奪い合いします。渚さん、前世での僕の奥さんです。え、なにこれ。ちょっと待って、渚ちゃんは前世で僕と結婚し、子供を一人こしらえています。さあ、え、気持ち悪い。前世からの愛に勝てるか。気持ち悪い。 11% だけど大丈夫。さてと、まあ勉強せんかな。あー、出た出た、これでなんか大学合格。将来有望だからモテるタイプじゃん。うわ、何何大東一つ橋がなんだか以外は全部ゴミや。一マスや。え、次の問題解きましょう。え、これ知力やん。事務所から出し切って愚痴もするんですよ。偉いんですよね、うちの子、デキョコちゃんは。はい、非常に偉い子なんです。知力バケモン、ね、めっちゃ絵下手そうやね、デキさん。すでに俺がね、生まれた時よりも知力高いの。あ、今のボケね。小テスト受けていくと。どういうこと？で、違うよ。だって、デッチョトさんが生まれたときは、だってそりゃ知力低いじゃん。で、バカね、バカしてる。こう上がってくよ、ほら。違う違う違う。え、わかる？言ってること。え？わかるよ。わかるよ。さあ、ナッシーさん。そうっすよ。カード見て、なんか、近づけないか？無理か。いや、無理だな。恋愛するには、次恋愛するにはどこだ？恋愛見てみて。カオルコちゃん、エリちゃん。どっち選ぶの？まだいっぱいいるんだ。これナッシーはどっち選ぶの？これね、だって将来その、うん、結婚した時にこいつらがどういう職業になるかっても大事なの。そのヒントが、書いてあります、プロフィールに。そういうこと。このカオルコちゃんの、カオルコ強くてもハートは乙女だって。エリちゃんは強くてもハートは乙女。演じる恋にはもう飽きました。まあまあ、なんとなくちょっと匂わせてくるでしょう、職業を。確かにこれ、うん、一旦揺らぎ起こす。なんだね。もしかして。なんてこと？え、なんてこと？次は次は誰か。なんてこと？あ、次は。星一じゃん。星一。星一を貸す女っすね。え、いらな。いや、その分なんかモテるんじゃないの？ただその代わり、簡単なんだ。尻が軽いんで、こいつら。やばすぎだろ、これ。このゲームダメだろ。結構グロいことやってます、このゲーム。ちょっとあれだよ。いいね、これ。次のテストの結果は？あ、B 判定。割といいです、ね。何とも言えないね。ね、俺も兄弟 B 判定だから浮かんないよ、これ。あ、じゃあ浮かんない。7点足りんか。欲しいなぁ。え、なんか持ちすぎじゃない？みんな金。なんで500万もらった？もしって金払って受けんじゃない？え、増えるね。でよ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。待って、これいけるな。デカカードあれば。待って。うん、これいけるな。ね、で、あ、ないわ。さっき使っちゃったんだ。まあまあまあ、一旦普通に決まる。自引きすることはできるか、3点。あ、まあまあまあ。なんか、まあまあレベル2。まあでもレベル2だし。レベル2全然美味しいっす。え？どっちを？どっちでも。まあ、こっちかな。お、流行りに乗ってね。しようか、まあまあまあ、よし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 。これセンス。ああ、ちゃんとセンス。お、よしよしよし、いいぞいいぞ。審査の評価は、まあ、あるし、今当たり前だよな、そりゃ。大学に行かずに就職することもできるって。え、あれ、おお、これめっちゃもらえるカード。やっぱセンスがあるともらえるの。え、持ちだ、金だけはあるわ。金持ちで幸せですよ。いいじゃん。どこまでいけるかっていう、かぶるんすね、これ。おい、ジークマス来たって。ジーク。さあ、どっちに取るか。あ、運勢下がるのか、これ。うん。運勢下がるし、馬さんがどういう育成したいかっていうところです。え、クソ微妙。オールマイティだし、いいんじゃない？いや、勉強するわ、じゃあ。オールマイティなら勉強。しかも運勢も上がるから。これいい判断なんじゃないですか。でもインターハイの結果は絶対初戦敗退だって知ってるもん俺。これあなたはね、才能がありません。ちょっと残酷な現実も突きつけられながら普通の人生歩むわ俺も。さあ行きますか。デキさん金ないね。金いらない。金ないね。やろうかな。金が少ないですよ。
お、あ、いいじゃん。9だったこれ、あの、これね、レアいきます。ラッキーレアじゃん。いやー、これでかい、これでかい。数学フェスティバルに参加。出来おちゃん、数学フェスティバル、国の代表で、海外で、トップ10なんですよね。世界10、世界10決、10決です。あ、私か、私が10決です。1000万ももらってね、お金ももらう。で、知力、うわ、やばい。おぉ。知力もらいました。さらに全国模試でどうなるのか。どうせ私の結果は A 判定。馬が受かりますね。受かっちゃいますかね。馬さんがもらいたかったものだね。視力また上がって。さあ。だめっちゃいいじゃん。いいな。最終ターンです、高校生時代。ラッシー、ここで何引けばいいんだこれ。ここで七か。多分七。あ、服のメカードはもうこれで終わりと。ラッシー、七カード持ってない。持ってない。これ多分 D ですカード。小さいと1号だったら普通に回すな。これ地引きできるかどうか。1号いいんじゃない。ハートなしはもうハートにしかねえ。7ハート。受験シーズンだけどハート。あ、惜しい惜しい。まあ、思いが強すぎたところあったね。強すぎました。あ、写真を撮ってもらえますか。このカップル、え、それ撮ってあげるでしょ、うん、いいじゃない。偉いね。え、これ断ったら逆に何が上がるの。そんな僕、これ撮ってあげる。あ、かわいい。え、チェーン。おいいね。あげ下げってたけど、なんなの。あ、進路を決める時進路ですよ。さあ、どうする。どうするか。え、でも、うん、知力いいでしょ。うん、受験してみれば。一旦受験しとくのありだな。全然いいと思います。だってセンス D のまま就職したら DD に。そうだね。介護官だから確かに確かに。えらいね。頑張れ頑張れ。がここで、ああいい。はい。ここでルーレットです。80%。うわ、ベータこれ。うわ、やばこれ。そういうことか。やばこれ。揺らぎをつけて。これ別に 90% でも落ちるんだ。落ちることは落ちる。ああ、よかった。危ない危ない。だから、こういう人生の分岐点はここからルーレットで決まります。あ、なるほど。よほどステータスが高い。じゃあ俺の兄弟もルーレットで落ちたってこと。あ、そうだよ。まあ、そうではないですね。普通に7点。だから、マンダさんは7引いて落ちたんだ。いや、でもやっぱ、馬さんあれじゃん。運よりやっぱちゃんと落ちたって方がなんか、ハッピーじゃん。そんなことはないみたいですね。まあ、ここで俺は7の面を使うと。あ、偉い。カードはしっかり使っていく。で、これはまあ全然ね。で、しっかり溜まってる。よし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 。いいな。超ラッキーだね。はい。これね、はい、非常にいいですよ。1000万もらって、しかも、点数も上がると。やばっ。もう A 行くじゃん、D。なん絶対受験しない方がいいって。さあ、受験するかしないか。でもここで受験したら、お前、60%無理。で、就職。まあ、そう。偉いっすね。ちゃんと逃げて。正しい判断。結構うまそう。俺のステータス終わってないか。じゃあ、オールマイティなんだって言うね。全然こっから逆転できますよ。頑張れ、軸。いい賭け、3。7使えばよかった。8。8って。あ、これまた不幸じゃん。え、なんで7使わなかったの。辛いっす。でも何も考えてないんだよ。だからお前落ちんだよ。あ、まあ100、まあ全然上がるんで、ここは下がりやしないと。え、どうすんのお前。どうすんのお前。あ、8割だったらまあまあ2択っすと。あ、もう俺は受験して、もうなんかもう普通の、うん、普通の人生を歩むよ。出るのか。あ、夢ました。よし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 。まあよかった。本当に嬉しいわ。ガチか、それ。俺も落ちたかったわ。落ちた方が面白かったもん。いや、マジか。いや、それボケないか。いや、そこボケないと俺も突っ込めないな。また数学フェスティバル。一生数学フェスティバル行くの。行きますよ。トップ10。あ、トップ10。はい。トップ10だからね。まあ、ワンチャン1位の可能性もある。なるほど、それ、絶対グン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 。初のカード。お、
これね、カード使わないと。高校生まで限定ってことはいらないんです。あーすごい計算して尽くされてる。まあ知力高いんで、ここであえて受験し天才だよお前。落ちるっていうすごい面白いことしてるけど、さすがにさすがですよ、さすがにさすがに。まあ晴れて大学生ですよ、志望校受かりました。よかったですね、みんな合格できて。まあ俺はね、就職の人もいるけど、ここからが子供時代終了して本番、本番です。ここからが、はい、ここで結果見ますか。さてめっちゃ熱くなってめっちゃ大人時代、はい、こっからが本番です、人生の。あ、なんかでかい、なんか消えたな、分岐がある、変わった。あ、これ東大じゃん。いきますか、こっからです皆さん。あ、なんかループできる、こっちが大学ルートです。なんかやばいとか、あ、やばい、マス見えるっしょ。ほんとだ、やべ、あれ何、びっくりマス、あれは、今まで、雑にカードを使ってね、なんかで目を出してた人たち絶望してください。あれを避けれない瞬間が来ますきっと。いやいやいや、あれだって1の目カード使っちゃったんだけど、まあいいんじゃない、まあ、いいんじゃないですか。愛だからね、ナッシは愛大事です。あ、愛よ、ハートマン愛。え、これあげる、あ、もういろんな女とか来てます。あ、これ新しい出会いがいっぱい。なぎささんが、みさきちゃんかわいい。さあ何するか、一発ギャグ、一発ギャグは違う違う、これは短絡的すぎる。これツッコミ待ちっすよ、一発ギャグしたら。でも自分だけ目立つもちょっとやりすぎ。やりすぎか。仲間を褒めるもさ、今の時代じゃなくてキモくない。うん、まあそうだね。そうなんか自分に自信ないのかなみたいな。食べまくる。じゃあ食べまくるか。じゃあ一番ないだろ。一番ひどい、一番ひどくない。終わってる。だってもう BGM 聞いてこれ。もうありえんくらいなんかバカな BGM 流れてるけど。ちょっと待って、まあ、ナッシーって感じだよね。全員から呆れられてる。あれ、あの神でした。これいいんじゃない、これによって天才料理人になるんじゃない。ディーディ君、これ就職です。なんかこれ、なんか、あ、そこそこそこ。あ、ほんとセンスがいいから料理漫画アイドル。うん、おー、下まだ、これ就職条件ってやつが、あ、それになるのに必要なステータス。あ、知力まあまあ必要なんだ。じゃあそう、なるほどね。視力 G でもいける仕事みたいな。800、900あたりが、あ、じゃあ800でいくか。いいよ、ちゃんと自分のやつ活かせる仕事を見てた方がいいんじゃないか。センスが高い方がいいやつとかあるんじゃないですか。確かに。これやろ、アイドル。アイドル、いいね。あそこまでのセンスを持ってして。ちょっと待って、帽子だせえな。野球帽かぶったアイドル、クソおもろいやん。もうありえんぐらい期待されてないけど大丈夫かこれ。おお、さあ、地下ドルスタートね。全然全然。慣れただけマシですよ。あ、なんか違う、みんなと違うとこいる俺。そう、赤いバスがあるじゃん。就職ルートだから、就職ルート。就職ルートなんだ。ああ。まあ、みんなより早くちょっと給料とかもらえるんで。まあ、大きい目使っちゃうよ、どんどん。確かに。これ、ガンガン進んでいった方がいい。でかいね。で、なんか恋愛ルートの分岐あるんだ。よし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 。うん、ちょっと恋愛ばっかのルートある。あるよね。ちょっといいの見えてる人なしからしたら。いいの見えた、あっち行きたかったな。おお、センスやば。突入。レブさん、これ転職ってあるの？あるあるある。1と7か。1、2、3、4、5、6、7。確かに、今すぐ今言っとけば1出して。一旦。ただ、それでなんか、じゃ俳優の娘とかと結婚。ワンチャンいけるで。いや、ここはね、まだね、うん、ルーレットだね。さ、2引かなきゃいいから、俺。確かに。おー。これで、まあ、レベル2を取ると。さあ、どうにかか。何をあげたいんだっけね。俺、何をあげたいの、俺は。今、体力でも D だから、体力なんじゃないの。え、でも、オールマイティーも。オールマイティーに行く、俺は。俺はオールマイティーに行く。今、足りてないところをあげたいんじゃない。はい、オールマイティに行ってやれば全部あげてやるよ、俺が。知力行ってこい、知力。就職の幅を広げる。じゃあ俺はちょっと聞いちゃおうかな。
一回マップ見るか。2で止まってもいいと思うけど。確かに。まあ2個あるし、1回使っちゃうか、これ。あ、まあ、どっち使ってもありだね。あー、9か。これ、馬さんと同じとこ。また、科学なんとか行くの。アルバイトしよう。アルバイト。うわ、まあ、カフェだろ、こんなん。本屋かなー。あー、本屋のバイトっぽい顔でしょ、俺。カフェ行ってほしいけど、ね、かわいい。カフェだろ。本屋にこの人いたらちょっとテンション上がるな。確かに。視力 A。 視力 A、 なんかいいな。みんなこうやって同じマスに溜まるとバトルが始まります。何それ。急にバトルが始まります。皆さん、いきなり参加者はなんとジーク EA が、ジーク EA が、これの方が強いだろ。ニエを聞きますか、説明。はい、お願いします。これ EA 押すとやばいだろ。これバトルルーレットは、バトルルーレットは1回ずつルーレット回すゲームですね。順番にルーレット回して一番でかい数字出したやつが勝ち。1位が2人以上いたらもうサトンです。はいはいはい。そんだけ、もうルーレット回すだけ。ただどうなんの。あ、オッケー。勝ったら相手が死ぬ、普通に。まあ7だね。うわぁ。さあこれ、馬さんが7以上出せるかと。まあ、本当に運なんだよ、ここは。え、やばくね、これ。え、先行有利すぎ。まあでも先行で1引いたらいいっすから。先行で、そう、別に関係ないよ。あんま関係ない。まあ普通に勝ったんですけど、まあ普通に運だけです。こんな風に相手の体力を下がるの、下げさせることができる。もうふざけんなよ、そんな。別に仲良くやろうぜ。これ大人じ、あ、なんかちょっとディープな感じでしょ、雰囲気一緒。でもこれどうしよっかな。マジでも他に6目指せばいいんじゃん。え、もうある程度1と5出したらこれ、うん、星もカバーで、うん、普通にやっていいんじゃん。ああ、どっち行きたいかね。ハート取りたいか。2と10出さなきゃいい。2と10出さなきゃいいから。出ないよ。10は一番最悪。最悪だね。何が起こっちゃうんだろう。お願いお願いお願い。おお、しかも、もういいじゃん。これもバンバン台よ。あ、教室なの掲示板を見てると。はい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 。何取るか。購買性能のパソコンだろ。まあ、もうなんとなく分かってると思うんですけど。いや、これ大盛りランチでしょ。何選ぶかでステータス変わるよ。なし。大丈夫。ちょっと待って、聞いて聞いて、なし、下20丸あるんだよ。だって。そっか。あ、そして、ここで一流の料理人目指していかない。もう料理人志望なんだから。なし、大学入った途端に飯ばっか食ってる、こいつ。取るぞ、こいつ。おーて、おーて、なんのその。就職良かったんじゃないか。美味しい。体力回。え、レシピは？え、レシピちょうだいよ。え、これは。ただ飯食べた人になった。トップなんでしょ。だったら、そう、使うべきだな、カード。もったいない。これで使って1個あるんだから。で、これでしっかりと。あ、1だな。2だった。あ、まあ、はい、あ、見たとは。もう1枚使わせたら、ちょっと遠くなりますよ。まあまあ、もう1回使えばいいか。結構ターンじっくり使ってきますね、ケイリーさん。2000万、見つがれてんな。あ、出よ。え、馬田さんなんか7カードとか使えば、まあ、1カード使ってもいいんじゃない。確かに。なるほどね、うん、いや、俺これ1だね。これ1だね。さすがにちょっとね、あまりにもステータスがゴミゴミすぎるから、ね、ひどいよね、ジクさん。育てんのに時間かかって、育成できてないからちょっと。肉体改造研究会ってなんだよそれ。どこ伸ばすか。まあオールマイティに、ね、オールマイティに低いのからどこまで点数ぐらいの瞬間並んで、うん、頭こぼろうもいいじゃん。いいね、最強最強最強、素晴らしい、すごくいい。俺はね、2だとね死ぬんで、7かな、ま、聞いてもでも大丈夫じゃない。これね、同じだね、なるほど。いや、ケアしたいんだよね、これ。この、あ、なるほどね。何が何でもこのね、やばいマスをケアしたいんだよ。あ、でかい。え、これ、スーパーダッキーじゃん。これね、何が起こるか俺もよく分かってないけど、やばそうだからケアしてる、普通に。これね、ほんと、踏んだらやばそうじゃん。え、これ前世では踏んだ人いなかったの？前世で踏んだ人はいる。いるんだ。どうなったかっていうと、破滅した、普通に。やばい、何それ。さあ、行くかー。さあ、行けるか、いい感じ。
小さい目カードで狙うわ。2歳目で1引いたら熱い。でも続くないんだとか、5引いたら終わるよ。いや、引かない。引かない。絶対引く、これ。いや、大丈夫。え、これだって別にルーレットでもだってあれだもん。7とか8でカバーできるもん。ハートとか。待って。まあ、うわ、危ないね。怖いよ。時間を大切にしたいな。あ、ないっすよ。意識高い感じになっちゃうなし。資格の勉強でなんか料理してもうなんかあれなんだよ、ラッシーも瞑想し始めてんだ、ちょっと手出せ。いや、でもここでちょっとセンス伸ばしといて、料理人に向けていろいろ直感力鍛えてもいいけどな。ああ、はいはい、神の舌を持ちしようだからね。そう、絵を学ぼう。あ、意外と頭なのこれ。あ、センス上がれば、まあ、センス上がっていいですね。よしよしよし。でも俺はもうさっき使っちゃったから、もう俺は使うしかないんですよね。そうだね、もうこれでスーパーランでも、まあでもそれ結構悪くないっす。そうなんだ。うん。お、いいじゃんいいじゃん。お、いいじゃんいいじゃん。いや、センスも S 行きそうな勢いじゃん。もう S 行っちゃうよ俺。 SSS 出しようかな。さあ、1以外だったら OK。 いや、引かんだろ1。え、だからカード使うほどじゃないって。まあ1の目カードとかここで使ってみてもいいんじゃない。大丈夫でしょう。こんな1引かないっすよ、これ。危ない。ヒヤヒヤするね。何の？ここはセンスですよね。あ、一番足りてないよね。絶対やばい気がする俺。これもやばいな。必要だ、必要だと思うよ、多分。どっかで。まあ、必要な職業もあるから。よしさっきのディディの見た感じ、あのどれか良ければいいみたいな職業割と多かったからな。そうだ。え、これね。1,2,3,4,5,6,7,8か。1だったらめっちゃでかい。あ、カードやん。やば。え、めっちゃ順調じゃない。これいいね。いや、これ貯めといてよかったな、高校生時代。あ、これずっとぐるぐる回る感じなんだ。いや、これね、超えるんだ。うん。お、え、あ、でもボランティアだと運勢が上がるの。いや、体力かな。え、ここで、ここでボラン、うん、ここでね、なんとボランティアに行きます、うん、急に体力上げ始めます。もうどうせ知力上がるよね、多分。ほっといてもそんな感じしない。あ、で、運勢は良い吉だ。運勢を上げると結構いい。運勢ないのがちょっとまずいんだよな。運勢ないの怖いね、PP は。って出せばいいんだけど、普通に引かないよね、さすがに。だって 10% でしょ。引かん。いける。よし。いやー、引いちゃったね。トラブルはさ、あ、どうなるか。友達から、はい。なんで？あ、うわー、天狗に確認してる。何？これで？知力が下がった。なんでこれ知力下がったら、かわいそうだな。え、でも全然じゃん。なし、巻き込まれる。何も悪くなくない。実は、最初の方のトラブルこんなもん、マジで。あ、そうなんだ。うん、その後がやばいんだ。あの、大人のトラブルやばそう。どんどん進んできてやばそう、多分。え、なんか止まんのかなと思ったら、そのまま行っちゃって、いつの間にか900万円もありました。台盤来た、台盤。これね、爪痕残して、聴覚したいね。まあ、絶対成功あるじゃん。お、大成功。えらい。よかったね。よし。ファンも増えるし。なるほど。まあ、政治家と配信者で使うの、ファンは。なるほど。このふうに。はあ。がアイドルだったのが、期待アイドルにランクアップして、給料も増えると。次のランク、センス、体力、知力、知。あ、そう。センス、あ、足り、もう余裕で足りてるわ。ランクアップしていきたいんだよな。確かに。おお、めっちゃもらえる。え、すごい。え、もう1億円？高卒の優位なところは、ランクアップ早く踏めるところ。金だらけになるの？金も儲かるし。ほい。普通にこれ、あ、でかい。あ、まあ、出会い。初めての出会いです。恋愛も大事だよ。ジーク、めっちゃ合コンね。ジークの合コンね。え、すごい。あの、飲み物飲みたくないな、これ。食べまくれ。食べるわけねえだろ。センスもないから、頑張れ。仲間を褒めていい人感出すしかないんですよね、これも。あ、そっか、なし。待って、慣れちゃった。ありがとう。なしっていうのは悪くない。大吉になるんだな。いい感じの BGM 流れてる。はいはいはい。なしの好感度。はいはいはい。
やばいやばいやばい。はいはいはい。やばい、アスカめっちゃ軽いな、マジで。さっきまでナッシのこと好きだったの。多分もう何でもいいやん、アスカ。ナッシの交換次のデートの約束。これデートカードね。マジか。え、見たい。デート見たいね、うまさん。デートしちゃうか。え、できこれ強くないかって。これ。どうなるかっていうと、こうなります。強くね？やってることやば。急性の掲示板。怖いよね。え、これは、ランチ食おうかな。一旦飯食う。一旦飯食っとくか。体力上げとかないとね、ちょっとある程度は。確かに。たくさん食って。おー。D まで。ワンパンが言ってじゃないですか。神の下。並ばれたんだけど、神の下。神の下マウントも取れないね、俺。神2人もいても困るんですけど。大学卒業？うん。からは社会で。あ、これ、院に行く選択肢はないんですね。どうしようかな。院に行く選択肢はない。まあ、科学者が近いから、それに。センスでもちょっと。アイドルやればアイドル。アイドルはだって D にと対立しちゃうじゃん。あの、ね、料理人あるわ。料理人、神の下。じゃあ、料理人じゃん、そんな。神の下あるからね。低所得者だ。え、お前、すごいと言うな。ね、今、ひどいこと言ったよ。ゲームの話。今、だいぶひどかったよ。ゲームの話ね。お前、化け物なのかと思った。ゲームの話ですよ、皆さん。落ち着いてください。彼は、今そういうこと考えずに言っちゃう人なんですよ、本当に。ゲームあ、ゲーム、あ、すごい。俺もなんか、俺がテンパ作らった、今。スイッチが倒れた、今。なんで俺が作らない。恋愛ルートよ、そんな。左でしょ。いいね、恋愛ルート。そうですよ。なしらしい。10、あ、9でもいい。いいね、いいね。あ、うん、あ、欲しい。まあまあまあ、ハートマーク。恋愛の季節がやってきた。これ、新しい恋愛を求めるか、既存の女の子と仲良くなる。え、でもあの星4つの女の子気になるなぁ。星4つ。星4つ、あ、いた。おい、マジで多くね、お前。いや、俺がアシストしてるから。あ、でもセンスいるね。センス。センス？下の方、下の方。え、でも 0% だよ、好感度。いける、うん、こっから。さらわないでよ、さらわない。だったらさ、まだこのさ、エリちゃんね。エリちゃんで、料理人には体力もいるから。あ、格闘家いるよね、格闘家いるか。いきなりプロポーズもいける。だってプロポーズして、ちょっと、そういうのもありなんだよ。だったら、この58%の香るかちゃん。行ってみない。いきなり行くプロポーズ。大丈夫か。一旦プロポーズ行ってみる。行ってみよう。マジか。これちょっと待って。一旦ちょっとアイレスネスタンプ。アイレスネスタンプ。いや多分さ、この感じ多分ルーレットなしだってこれ。え、58%だって行けるんだ。そう。6割。まあまあやれば。帰り道。どうしたの？意を決してプロポーズ。え、お願いお願いお願い。あ、プロポーズだから。さあ、キリスです。確率は確率はキリスです。 58% なら5割。いけいけ、なしならいける。なし、この時のためにいろいろ頑張ってきただろう。頑張ってきたな。これそうよ、中学校の頃ね、ちょっと勉強もなんか芸術も中途半端で、うん、それでもなんか頑張ってここまで生きてきました。霞みてぇな人生、お願いします。霞みてぇな人生は続くぞ、なし。霞みてぇな人生だな。え、いや、やば。あ、でもこれを、ね、これを燃料に、なんもなら、え、ファットラスネってなんだろう。実質、一旦休み、それ、しちゃうと。あ、これ、あ、今回か。え、ここで、どっちにしましょう。え、でも、アイドルにさ、アイドルに行かせるよね。ちょっとあれじゃない。え、でも、あれじゃ、推しの子じゃない、それこそ。まあ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 、裏でこっそりやってましたからね、推しの愛も。いや、いや、こっちだな。なし行ったのはちょっと同じ方やだな。何その理由。まあ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 、じゃないんだ。まあ、二人行きましょう。まあちょっと、俺は今回口出ししません。皆さんのプレイには。どうなる？ S まで行ったの？さあ、体力も上がるっしょ。センス、S突入。やば！これ S 上限もしかして。さあ、うまさも社会人。和田さん何になるの？お前何すんの？あ、いろいろあるじゃん。野球選手あるよ、マゼラさん。ほんとだ。これだよ、普通に考えたらこれだよな、一般社員。あの時打てなかったホームラン打ちたくない。確かに。何でもなれんのか、俺。
何でもなれるね。何でもなれるね。あとこれ、あとね、なんか書いたんだよね。有利になるルーレット成功とか、こういう条件とか。ああ、はい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 。ほんと、配信者センスが高くないとダメだ。センスルーレット成功しなきゃダメだから。なるほどね。ああ。暴力だけでなれる。これは、だから、まあまりにも。ルーレット必要ない。知力を上げまくってる人とかセンスを上げまくってる人じゃないとなれないんだ。なるほど。なるほどね。いや、俺はバランス型なんですよ。うん。はいはいはい。安定して。フリーランスか？会社員ね。会社員。会社員。本当に安定していいの？でも、俺は安定した人生を歩む。ジーク、お前。革命しろよ、お前。いや、こうやってあの一般社会に溶け込むのが大事ですか、最初は。あ、なるほどね。はい。デートカード使ってる。デートカード。デートカード使えんじゃん。一旦デートしちゃう。新卒。待って、ちょっと待って、あの女の子探す、女の子、女の子。あ、確かにね。どんな女の子がいるか、ちょっと見とかないと。マイとかいいよ。あ、すごい、強い。え、交換15%。ななみちゃんもいいね。あ、オールマイティーもんじゃん。ななみちゃん課長だからいいじゃん。あ、なんかいいじゃん。あ、これ、ななみちゃん、ななみちゃん狙います。ななみちゃん狙いったら。ななみちゃん狙います、僕。誰の？あー、なるほどね。ななみちゃんに連絡。なんか、ななみちゃんに連絡を取って、まあ、プロポーズか？ナッシーの二の前はいかない。10杯いたら、同じ鉄はね。さあ。え、高い席3姉はいくらでもあるんすよ。若い頃から毎月500万持ってたからな。全然全然安いもんよ。安いもんよ。星4はこれ。さあ、大学卒業ですよ。本番になるかな。お、なんか知力 A だ。知力 A だから。秘書かな。ここに来てプロ野球は秘書かな、政治家の。けど政治家はね、なんか、いたっぽいんだよな。これもいた。いつかの人生に、いつかの人生で見た。いたんだよ。だから、今回は、どうしようかな。科学者かな。ベノムさんルートね。センスが足りなそうだな。体力と知力の。医者とかも体力と知力なんだ。医者ね、医者 OP なんだよ。あ、そうなんだ。医者 OP、マジで。無双するんか、人生。俺も会社員になるか。同じやつ2ついるの、微妙だよ。やめろよ。ここでさ、ここで馬面ハギ潰しに行くぞ。馬面ハギ潰しに行くわ。やめてよ。なんて。今回馬面ハギを変えて。知力 A のやつがそうだよ。エリート会社員として就職しました。もっと社会に貢献しろよ。何かを生み出して。でね、これね、どっち行こうかな。どっち行ってもね、いいんだよ。そうなんだ。そうなの。え、恋愛の方がいいんじゃない？でも、後々なんかありそうじゃないのか。恋愛は、後々何かがあります。もう言っちゃうけど。そうなんだ。うん。まあ、子だくさんな方がいいこともある。でも、俺は、子供がだから大人になってお金かけ真面目な人生歩もうかな、今日は。おー。マジ。お、なし、いいこと言うね、ちなみに、それ。いいこと言った？何て言ったの？あれでもなんかマウント取られてね、普通に。変えよ。何その選択肢。これ買っとくか。え、でも買って落ちたらうまさもそうでしょ。うん。1万円だけでしょ。うまさにかけてみよう。歌舞伎た。うまじゅうなしの歌舞伎た。てか俺も起業してたんだね、デートしただけなのに。レシピカードだって。すごいな、バリバリだな。なんか嫌なマスがあるなぁ。まあ踏みたくないね。行くしかないっすよ、もう こんなんもう。行ける行ける、だってプロポーズに振られた後に立て続けに悪いこと起こる、だって。え、怒る？怒んない怒んない。おっ、うわぁ、なんで。やばい、なし、トラブルマス、トラブルマス全部踏んでる。いや、持ってるよ、マジで。マジ？絶望ですね。やばい、お金ないですよ、マジ。こんな感じになってます、トラブルマスも。あ、やば。後半に行くですね。カード大事にしないとね。うん。
負に使うと受けれなくなっちゃうよ。よいしょ。いいね。やばいね。あ、謎の金持ち。うえぇ、ー、ラッキーが欲しかったものが欲しい。桁違くね、なんか桁の違うラッキーだね。センスか、乾燥してるわ。乾燥なんだ、だからデジオコさん、知力キープしてたんだ。あー、いや、勝手に上がるんだ。そんなことはなくて、これオーバーフローしてると能力値下げられた時に耐えるから。あ、そうなんだ。そう、あー、じゃあまあいいや。いや、どうしましょう。俺が知力貯めてたのはね、もったいないかな。攻略したとね、あの例の女の子。あ、そうなんですよね。正直僕の人生より僕の人生で彼女の人生の方が、ね、将来があるんですよ。え、馬さん彼女とは最近どうなの？いや、やめましょうよそういう話。それツッコミじゃないわ。で、いろいろあったんですよね。あ、いろいろあった。いろいろあった。サッカーにブリーグにさ。また新しいの出た。本当だ。検診のサラさん。え、サラどういうこと？どっち？どういうことだよ。まあ選び方は人それぞれ。どっちのが金持ちになりそうとか、どっちのが可愛いとか。見た目で。ああ、じゃあもう僕は左の方がちょっとタイプなので左にします。おお、俺馬さんとタイプ違うかも。うん、左と右間違えたかも俺。もう左と右間違えたよね。サッカー選手か。あ、サッカー選手になっちゃった。ミスった。間違えたね。普通にミスった。間違えることある？うん、女の子間違えた。これいらないんだよな。アイテム売れるんでしょ、確か。まあ、転職しようかな、今回は。あ、なるほど。え、馬さん、そんなルートもある。潰すだけ潰して転職ってこと？うん、馬さん株だけ持って転職。馬さん、コッパみじんにしたら転職するわ。やめろよ。で、まあ、会社員に関しては別に戦う必要ないだ。無難に行きます。ただ1億円もらえんじゃん。でもね、馬さん潰すとね、俺の株の価値が。社長、何ですか？あ、社長賞もらった。お、特別禁酒合宿。あ、これめっちゃ強そう。歌唱合宿ってな。へ、うん、やっぱなんかこの人歌唱してそうじゃん、この子。前世女優だし。歌の授業受けました。歌うまいなれたかも。おー、1000万点数上昇。バトルだ。同じマスに止まったディーディ君。そっかそっか。運ゲー行きましょうか。俺まあ下がってもね、あれだからね。で、俺が上げたいんだよ。結構いい、いいやつ。まあ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 、全然こういうそうな感じの。さあ、どんぐらい引くか。よっしゃー。おー、引くねー。うん、持ってるんですよ、こっちは。実力でな。引きますね。おー、やった、F になった。ラッキー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 。気力が上がったね。でかいでかい。でかいっす。知力上げとかないとそろそろまずいんだよ俺。じゃあ、借金しかないか。借金やろう。やなんだ、じゃあこのマイナス6000万返したいな。マイナス6000万どうすんの？でも最悪ジャンプでだよね。あ、え、なにこれ。これ止まると、うん、逆転。逆転、運命の恋と逆転チャンス。何逆転？え、そんな行くしかないっすよ、そんな。確かに負けてるもんな。あとね、さらにストップマスオーバーすると多くもらえる。はい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 。あ、神社に旅行ね。旅行行ってらっしゃい。キルビ遠くなるけどね。あ、そうなの。お、なんか、ね、知らないところ来た。え、めっちゃ強くないこれ。まあ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 。だし、まあどっちを取るかだよね。その昇格を取るか。俺止まりたくないな、これ。止まりたくないね。確率は減らしたよね。俺、運がないから、今。本当にやばい気が使ってるもん。さあ、どっち行くか。これ、DD も行こう。これだと、これだと何なの？お前は正だからいいんじゃないか。まっすぐ行くと、うん、その、職業のランクが上がるから、給料良くなる、普通に。で、こっち行くと、まあ、ステータスとか、彼女作れたりする。まあ、別に逆転する要素ないし、いや。いらないもん、いらないから行かなくていい。あ、株式上場しました。あ、どこか、どこか、金あるかな。さ、でももうやめるんでしょ。でもお前、これで俺転職します。やばすぎ、カスになる。髪切れじゃん。1,2,3,4,5,6,7,8,9。うん、いや大丈夫、5分の2引かねえから2も10も出さない。まさか引くわけないよ。大丈夫、大丈夫。あ、およし、7だったらこれめちゃくちゃ恋愛じゃん。おお、めちゃめちゃ恋愛今する。運命のハートをつきました。いや、誰だよお前。新キャラ生えてきたな。
誰だって急に新キャラ生えてくることある。誰だよ誰だよって、なんで愛せよ女ちゃん。誰だよ平等に。いや楽しめてよかったね。お D じゃん。DDD もいい感じでバランスよく育ってて。あれさらに好感度ゼロの。でもだからここいらないな。もう。もう使うべきじゃない。あ普通にね。止まったらやばい。しないわ。止まりたくないもんね。うん。これこっち行くのありってあり。まあ行かないっす。あみんな行かないんだ。これ行かないと。なしだけだもんね、逆転しなきゃいけない。まだ逆転しなくていいから。笑顔心かけようかな。かわいいしょ、この子の笑顔、ほら。確かに。かわいい。印象アップ。いや、何が分かんの、これ。あ、センス。運勢曲がる。なんか、いいな。ラッキーなこと。なんか、ナッシーだって違うんだって、より。より違う世界ですね。どっちがナッシーは。右だろ、こんなん。右なんだけど、右だね。まあ、ルーレットで。ありえんぐらいハートが溢れてる。金がないのに右に行くと。そりゃ、その借金はだってさ、お金ある女の子とだって付き合ったら、まあ確かに確かに、払ってくれる可能性がある。紐になるんだ。なしか、それは、ありだ。ありだ。あとは、恋愛の季節がやってきた。恋愛の季節、一生恋愛の季節だな。これ一旦連絡して、春夏秋冬ねえぞ、これ。これ、薫子ね。演じる声にはもう、薫子にすんの？もう一回行こう。え、もう一回プロポーズ行くの？もう一回行けるくない？そうでしょ。言っちゃうんだ。行かないと思ってた。恋の暴走、あまりにも恋の暴走に関しては。だけっていう。いや、そりゃそうよ、プロポーズよ。さあ、引けるかどうか。前はごめんね、いきなり驚かしちゃって。謝ってからプロポーズするのか、口が地味てないよ、さすがに。とんでもない、狂ってるよ、あなた。お願いします。さあ。でも2分の1だからな。そう今回当たってもおかしくない。2分の1だからね。おでおでさあどうなる。ナッシーと結婚して危ない。おおもう喜んでて、ありがとう。よかったね。ところで借金あるんですけど。はい、借金なんですけど。おめでとうございます。ありがとうございます。なんと祝い金を僕たちが払わなきゃいけません。ああこれで借金返済できるってこと？もしかして。はい。え、やばくね。え、5000万とか出たら俺借金なんだけど。ってことこれ普通に金あるの？どうだっけな、合計だっけな。はい、普通に借金になるんだけど。ちょっと待って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 、よかったね。なんしみんなから5000万じゃね、これ。ほら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 、結婚なんだよね。だって俺やばい、俺やばい、俺やばい。別に俺いいんだよ。俺やばい、そんなお金ない。もういい、なんで祝い金で借金してんの？おかしいだろ。意味ないだろ、それ。いや、ありがとうね、みんな。こんな風に結婚するとお金もらえるんで。許さねえ。これ10でちゃんとオーバーしたいね。まあ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 、次でオーバーしましょう。すごいです。はぁ。え、はぁ。あ、体力上がんの？あ、でかいでかいでかい。あ、でかいじゃん。でかいでかい。さあ。え？まあ、3以外。いや、出ねえよ。出ないから。さすがに3出ない。出ないか。あ、出ないね。本当に出ない。普通出ないからね。悲しいところに終わったら。ああ。エビデンスを示す。エビデンスいく？これすごいね、なんかパラメーターすごいね。DDD じゃん。DDD だ。大好きだからいいことあるよ。いや、あるよ、マジで。ああ。いや、全然。ここででもエビデンスを示すか。エビデンスいくか。知力ね。はい。少し。非常になんかバランスタイプでいいっすね。あ、これでゴールいけるか。ゴールしちゃった。いくね。まあまあまあ、一マスオーバーだけど。さすがに、出世でしょ。なるほどね。バリバリいきますよ。あ、すごい。株価上がった。株価上がった。やったやったやった。俺が強くなればなるほど。まあ、1万円で買ってるからな。さあ、中間結果こんな感じになってます。あ、いいな。ナッシーだってでも結婚してる。ガクって減ってガクって上がった。結婚のことアイパワーだよ、これ。そろそろ家が買ってもいいじゃないですか。
あー確かに家が広くないとどうなるのか。まあ、ナッシーさんとかはでかい家買った方がいいっすね、多分。あ、だね。どういうこと、もしかしてこれ野球チームとか作れるくらい作っちゃうとか。いいんじゃない、野球チーム作っちゃって。やば、野球チーム作れる。今までのナッシーのどこにあの野球要素があったの。え、マンガさん分かってないな。分かってない。え、これボケ、これえ、ボケ、え、違うな、これただボケ、ボケ、ただのボケだわ、マジで。マジか。あれ9、あーまあ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 、ギリセーフだね。ちょっとしょっぱいかもな。ぴったりボールって2000万だよね。ぴったりボールも美味しいね。さあ、何ゲーム、何ゲーム、何天国と地獄。ハズレが激甘って何。はい、ちゃんとゲーム、そんな聞かないよ。あー、いいね。これ、当てて聞かずにも行く。いい、まあ、うんってそういうのあるから、たまる。お願い、はい。で、横に。と何を、あー、はい。え、え、あげるとかやるの、センスを、なんか不穏な文字が見えてるね。もらう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 、まあまあまあもらうね、よかったね、ラッキー。まあカスのセンス結構下がるね。あのめっちゃ上がるよ。なるほどね。そう、こういう感じで人から吸えるんだよ。割としょうもないな、高校。なんだかんだ言っても帰ってきてるし、まあだからうまく使えればね、美味しいんだけど。確かに、まあ俺はまあ無難に銃欲しいね。あ、あ、ピッタだ。あ、ピッタだ。あ、ピッタボーナスあるんだ。いや、給料日はピッタボーナスない。あ、ないんだ。大成功狙えるか。あ、お、わりかし、よしよしよし、大成功だね。順調ですよ。でかいんじゃない。めっちゃアイドルうまくいってんじゃん。うまくいってんね、アイドル。はいはいはい、有名アイドル。3200万。給料でかっ。見て、やば。今さ。さ、こっから、こっから。俺どうしよう。逆転するか否か。え、するべきなんじゃない、行ってもいい。行っていいんだよ。行くか。うん。え、逆転してどっち行くの俺。逆転で右行けば、なしみたいに、なしから取り返せば。あ、そっか。これいいよ、マジで。てかマジな話、バランスタイプなら多分逆転マス使っていかないとちょっと手出足りなくなっちゃうかも。あ、そうなんだ。そうそうそう。さあどっちに行こうかな。まあでも恋愛するのも悪いです。だって攻略したい相手がいるもんね。そうなんですよね。まあこっち行こうかな。ラッキーが、ラッキーが待ってそうじゃない？待ってるね。おお、え、引き強いね。さあ、趣向もらえますか。お茶をもらって。目が。あー、なんかすごい目がもらった。え、高そう。15億円くらいで売れれるじゃん。いくらで売れるんだろうね。でかい数字引きたいな、ステップ。お、でかいんじゃない？めっちゃいい。いいね。8マスオーバーぐらい？ 7 マスとも。これいけるんじゃない、さすがに。料理人はね、勝手に上がるっぽいね。そうです。うん。で、センスも上がってくる。いや、いいよ。レシピカードもゲットして。はい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 、はい。ここからキッチンの手伝い。あ、倍に増えた。素晴らしい。なんかいるな、人。奥さんの分も応してるからね。あ、カオルコちゃん、ありがとう。ああ。本日を。配偶者の給料も入るんだ。入る入る。あ、それがなんか星の数なのね。俺もこっちか、ちょっと多少下がっても大丈夫だから。7。あ、初めての、あ、違うわ。ラッキーレベル2ね。お、なんか出会いが。あ、格闘家。格闘家いいね。え、まあ見た目で選んでもいいっすよね、全然。俺は星で選ぶよ。ステータス、ステータスしか見てない。怖いな、恐怖を感じた今 DD に対して。人を見る目だよな、ある意味。いや、あのさ、俺ちょっとなんか不服なところがあってさ、うん、俺なんか、ね、恋愛するとこいつが来るんだよね。この人とだ、この人たちが。この人たち来るの。別にいいじゃん、女の子から好かれて。手で、この人を求めてるんですけど、僕は。まあ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 、デート誘ってみたら。てかさ、これ1マスでさ、うん、めっちゃハートになる。ほんとだ。1マス止まれば。確かに確かに。
あ、1番さんにヤバハートくんのか。カードヤバハートって。やるか。あれ自分やるよ。神社には自分磨きで来たんじゃないのこの人。いや、そのね、相手の人生をサポートするってのも大事ですよね。確かに。確かに。ずっと同じ言い訳してんだ、こいつ。誰だよ、だから。いいじゃん。姫さんのことたくさん知れたじゃん。欲しいな。もうさ、もう。いいじゃん、姫さんと仲良さそうだね、マズラさん。かすい答えからどんどん疲れてくる。あ、このカードで、マズラさん。カードで別の女とデートします。行く。なんか今日月がいいな。早く作ってね、お金もらえるんですよ。あ、何それ。これね、物買えたりする。でもまあ、1000万なったんだよ。今回は、まあ、見るちょっと。借金とか。ここに来るとどうなるか。これ。まずね、買い物、転職、お祈りができます。買い物ちょっと見てみるか。あ、これ全部やれるんだ。いや、全部やれないんだけど、後でや、まあ、なんか戻れる。あ、なるほど。こんな風にカードが変えたり、物件が変えたり。え、この億万長者の家気になる。子供99人育てれるよ。99人か。え、アークやんもう。っていうやつとか、転職。まあ今から転職もね、ちょっといいよねっていう感じだけど。確かに、いつからだったんで。転職できたり、お祈りできる。まあ今回はお祈りしようかな。お祈り見たい。みんなのために。え、優しい。こんな風に、みんなに能力をあげれたり。お金、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 金、能力値。金、金欲しかった。こんな風に運上がるんだ。大吉。みんなのためにお願いしたからね。なんせもセンターがリーの。もう、あんまりはね。馬寺さんは？まあ。待ってね。渋い反応するのやめろ。これ、お宝取りって言えか？これ誰も行かなかったんだよね、この間。え、ちょっと。ワンちゃん。強い説ある。旅行行ってくるか。それは億万長者の家買ったらやばいから。まあ、借金すれば買えるから買っちゃっていいんじゃない。あ、そうなんだ。あ、うん、買えるじゃんじゃん。え、でもやばくないなんか。買ってこい。めっちゃ渋そうだけど。観光地来たな。大人前半もあと5ターンしかないの。俺恋愛して終わっちゃって。確かに。なんか俺ら進行遅いな。仕事大事に出世のために。え、でもマジでいいでしょ。ぶっちゃけ、でもパートナーが稼いでくれるからこっちでいいんじゃない。そうでしょ、そうでしょ。生き抜き、生き抜き。いや、これパートナーズ止まったらどうなるの。うん。浮気。え、ありじゃん、ほんとそれも。それさあ、どうなるのか。何、ありって。ありありじゃないよ、アラティーマ。あ、無性に散歩に行きたい気分だぞ。お。おおおお、運がいいね。めっちゃ運いいじゃん。縁起いいね。縁起いいね。うん。あ、ええ、これ何、ギャンブル始まるもしかして。ギャンブル始まるじゃない。え、これ、ここだって、ここだって、ここだってはちょっと愛じゃなくて、お金持ち。おうておうておう。当たるといいなぁ。お願い。あ、じゃあ、そういうことね。あー、まだなのね。はいはい。いつか当たるといいね。あ、急にリアリストになるからな。あ、まずい。止まっちゃう。これ何するか転職見てみるか、ちょっと。転職ちょっと見てみますね。転職、めっちゃだってアイドルいい感じだよ、だって。転職すると給料もランクも元に戻っちゃうから。そしてないの、これ。難しいよね。え、これ俺今日だけどどうなの？今日だから、アイドルで運悪いってやばくない？確かに、え、なんか炎上しそう。買い物でなんか運仰げれないなんか。カードが武器はまあいいや。お。あ。あ、よしよしよし、これまあ買った。おい、みんなのために祈れよ、お前。おい。いや、もう、おい。もうこいつの運勢下がんねえから、早く。こういう感じで、体力上がったり。これをしたせいで運勢下がんない。持ってるだけでね、体力上がってくるんだ。毎ターン。え、強っ。え、なんかこれ、買ってもありじゃん。これもあげとくこれ。持ってると、毎ターン、ポイントが入るみたいな。センスはいらん。上がんないよね。え、これは、まあ、さっき見たやつか。これね、物件取っとくと、もうマイナス足りない資産だから。あ、そっか。ああ。ありで。で、しかもこれ一人、これ、誰かが買ったやつは買えないから、早めに大きいの取っちゃうのもある。6000万、軽く。先
クッとね。ああ、それ借金しない判断ね。うん。キキと出るかって男。運ないから俺まずいんだよ。ね、ここでいったら。ああ、すごいすごいすごい。体力が。まあまあ、でもまあね、これで。よしよしよし。まだマシな方じゃない。なんか言うのか。めっちゃ後ろにいる。あれ？無言で回すじゃん。あ、いける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 。おー。よし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 。いいねいいねいいね。レイガルキセス来てよ。ようやく連絡取れるマジで。いやー、ナナミさんにようやく会えるね。もうここですよ。プロフォーズ行かないのか。来るわけねえだろ、下の方に。あくまで3枚で。いや、気にしてでも、気するべきだろ、これは。いいけど。借金しますよ、これは。投資です、将来への。あー、もうリボで塗り固められた人生だ。あ、これでいいじゃん。6割だから。6割は、6割は熱いよ。6割実質10割。はさあ、お宝いくか。お、なんか、なんかもらえるかな？すごい。本当に初めて来るからわかんないんだよな。バスが動かない、たくさんの人が待ちぼけだ。バスが動かない。なんかがっかりしてる。結構世界観低い。どっち誘おうかな。これ、俺から、待って、これ俺から見て左なのか、このキャラから見て左なのかで結構分かれてくる。左じゃないかな。自分がこっちから見てた。ああ、こっちだった、さすがに。結構キャラになりきるタイプなんだ。珍しいもんたくさん見たぞ。うわぁ、サラさんいいかもなぁ。かわいいわ。いや、でも、なぎず、ああ。なんか、揺れる。ナッシーさん。ユキオコさんも満喫してるね。満喫してるよ。4引けるか。まあ、ぶっちゃけなんでもいいんだけど、3以外ならぶっちゃけもうなんでもいいかあるんだけど。バッチ最高じゃん。ああ、最高だ。ナーイス。え、ラッキーいったら。あ、綺麗なアクセ買わないかい？アクセ？と怪しくない。怪しいね。あ、宝石が外れてしまっていった？お、謎のダイヤモンドだって。え、なになになに？え、これ宝くじと相まってさ、一番最後のターンに莫大な資金が手に入る。いや、あるかもね。え、これ札束に埋もれながら人生終了。やばいよな。うわ、ビジョン見えてきたわ。あ、なんこれ？ あ、そっ、勝手に上がんのか。毎ターンもらいます。ね、これ。ジム会員も。強いこれ。強い。あー、なるほどね。その分圧迫はされるの。あ、1! しょっぱいな。あ、ダンス、取った。体力かけよう。いいね。あ、もう育てたいステータスを育てるようになってんの。え、うん。んリノベカードゲット。これ自宅の価値が上がる。下がることもあるって書いてあったけど。ああ。ギャンブル。ここで私迷っております。デートをするか否か。で、するべきでしょ。いや、絶対した方がいい。したるか。プロポーズしていいレベル。ここで、プロポーズするかどうかなんだよな。したくべきじゃないか。ちょっと、機会ないよ。6割は10割なんだって。俺は止めとくわ、でも。いや、俺止めないよ。止めない止めない。行くべき。6割なんだよな。でも6割。さっきなしで5割引いてる。そう、引いてるんだ、その前任者だよ。だってさ、次さ、これ、このカード引ける可能性はあるわけじゃないじゃん。うん、確かに。そこで結婚できない、人生終わったらどうするすごい。いや、俺は、確実に行く。えらい、えらい、えらい。俺は安定を取る人生なんだって、この。これまた S。これまた S。これまた S。どんどん減ってくる。これ、S。ななみちゃんは P できるようになるかな。87ですから。これはもう当たります。これ次でプロポーズです。おっぱいな、これ。おっぱいちょっと。あー、これそのままいっちゃったんだ。ぴったりで2000万もらえるんで。この後結構お金もらえるんで。ゲームで。美味しいよね。なんかラスベガスじゃん。やばいな、これ。左。左じゃないわ、赤い。今気づいたけど、ナッシュの車にピンが2つついてるね。あ、そうだよ。そうだよ、これ、ナッシュへのね、あれなんだよ。カオルコちゃんだ。カエルコちゃん。カエルコ。あ、カエルコ。いや、ちょっと今滑舌です。カエル子ね、カエル子ね。顔か。これで、あ、ピッタは何？ピッタは何？ピッタは何かあるの？2000万ね。2000万。いいじゃん、これ。いろいろ資金が挟んでいくよ。さあ。大事だ、休日だ。ここね。3億？どうする？ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと一等物件見てみたいの。これ買い物でしょ？買い物、買い物。物件ね、全部買えるから。何、どれ選んでも買えるから。
99円欲しくないの。ただ100均するんだったら高いの買った方がいいかもね。確かに、どうせなら。え、なんかさ、なんていうの、ナッシーファミリーだけで完結する50人クラフトやりたくなる。わかる、言ってること。あ、なるほどね。やりたいよな、50人クラフト。やりたい人いないかも、あんまり。それ、どものこと、どものことバカにしたりするってことだよ、それ。でも、宝くじで、宝くじ買ってるからなし。あ、そうか。あ、まあ確かに。ダイヤモンド持ってるからね。忘れてくんねえから。わー、素晴らしい。ラグオーテ立っちゃって。どっかで買える。どうせ、どうせ、気にしてるんだったら、もう、よくない？あ、デートカードあるよ、マシ。デートカードいらなくない？お、デートカード。いらない。いや、2人目。いや、デートカードはね、ありだよ、普通に。え、なんで？まあ、使えばわかる。え、これ使ったんだと、何、そのデートして。好感度が100になるといいことがあるかもね。あ、そういうことか。好感度が上がると、買うかな、子供ができたりとか、そういう話があるかも。そういうこと。全部答えてくれたわ、馬さん。俺が濁してたのに。いや、俺は別に知らない。予測だから。まあ、いいですね。あ、じゃあ、俺、予測だから。はめられてんじゃん、俺まんまと。これ一人一個や。物件。あ、なるほどね。2個も家買うだよ。全部買い占めたらもう誰も家買えなくなって、ホームレスになるかな、みたいな。お前、物件じゃねえな、思想がもう。あ、役目終えちゃった。割と早かった。うん。これはもう。リノベーション確か使わないんでしょ？使っちゃうとこれ。ターン消費しないから。あ、お、基本上がるっぽいね。流行ってるところ見たことないな。お、7。いいじゃん。これ超過分もあり。ランクアップいけますか。おお。いやー、まあまあまあ、確実に成功はするね。あー、まあ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 。これ失敗が出てくることもあるんだ。あれあれ、能力値が低いと。なるほど。俺ね、え、すごっ、え、やばいね、もう400万。とんでもないアイドルだね。約束された成功はだ。え、これでも高くていいんじゃない？うん、1いったらもうまた愛が。まあまあまあ。まあまあ。たぶんこのね、ハートパーたくさんのマスに出会いが起きるんだよ。マジで、あの、お金をください。全員から。はい、全員に、あと、ディディに、あ、ディディお前、給料入ったばっかだよな、お前な。あ、金ないじゃん。金ないんかよ。金ない。あ、センスを。どうなる？あげても何もならない。よし、全然いくらでもオーバーフローしてる。ディーディーのセンスいいじゃん。かかる？かかんないね。あ、ほらもうオーバーフローしてる。ありがた、ありがた。これじゃん、ウィンウィンじゃん。ウィンウィンだね。これはクラフトだけ。確かに。他の人伸びなかったわけだしね、これでね。ありがてー。まあ、終わりみたいな。まあ、ありがてー。よかった。あ、課長だって、でも。課長慣れたね。やっぱ真面目にやってきたかいあるじゃん。おい、株券の価値が上がる。そろそろ売りたいんだけどね。早くね。売ったところでじゃない。ずっとプラスになった。ありがてえ。お、ただ問題は俺これ昇格できるか怪しい。そう。センス足りなくない？あ、本当だ、いいだ。とても勉強になったぞ。あ、足りない。あれ足りない足りない、足りないですよね。うわ、カブミスター。なるほど。これね、センス引かれてるんでらしいから、ちゃんと。あ、そっか、あそこがでかかった。なるほど、ターニングポイントなし。あ、そうだ、これなし料理人だったんだ。あ、そうだそうだ。あ、もうデートでもいいし、給料目指してもいいし。え、ターン15分の14だったらお給料もらっとく。もらっておいた方がいいっちゃいいっすよ。そうしよう。間に合う、それ間に合う、これ間に合う。6間に合わないね。え、いけるいける。あとまあ1ターンあるから。もう1ターンあるから。あ、最低限どっちか距離はもらえる。そうね、これね。同じ帽子のやつらが。あ、いいじゃん。あ、ディーディーアイドルどう、うまくいってる。俺国民的だからちょっと喋りかけないですよ。ファンボじゃん、ただのファンじゃん。国民的なこと、国民的じゃない方だね。視力も上がって、ナッシーもなかなかいいステータス。これ高く売れちゃいそう。これ高く売れるんですよ。え、そこでディーディーが国民的アイドルになったところで1億円で出品します。まずい、まずい。ディーディーが売れれば売れるほど、え、出た。
卓球投げる男の元へ。あ、お、マイナス返済のチャンス？え、強制的に。え、でもマイナス3倍って何？うーわ、やばい。借金するとこういうことになります。たまにね。え、でもこれ、ちょっとなんか、期待値微妙じゃない？え、でも半分以上いいから。だいぶ微妙。お願い。いやー、一番やばいって聞いたね。一番やばい、これ。やばい。なんか、桃鉄で終わる時のやつじゃん。そうだったな。特製霊カードちょうだい。まあ、免許特製霊カード。え、1000万、2000万でこんなかかるのいいね。なかなかいいですけど、それもいいな。え、どっち行こう？え、どっち行くべきなんだ？え、もう、よくね、入るな、家族とか。あと2ターンしかないんだよ。はい。だったら、こっちだ。賢いね。あ、か、ちゃんと10だって言って。結構、行ったな。あ、いいじゃん。あ、いいじゃん。マジ？今、誰もいないから。あ、出た、この女。星1です、ギリーさん、これ。え、まあ、星1、まあ、いらなくなったらすればいい。人間じゃないこいつ思考が。国民的アイドルが何言ってんの。国民的アイドルやっていいことしてない。おお、今一瞬スキャンダルかと思ってドキッとしたんじゃない。カードもらえて、うん、よしよしよし、カードもらえたのは全然いいや。さあ、うまさ両方かくれてんな。ですね、これ、うん、お金ないじゃないですか、うん、ナッシーのさっきのあれ見たんすよ、うん、さっさと結婚して、うん、あれです、あのお金もらいます。お金もらいます。それは、はい、まあ、でもカード使ってもいけないから、まあ普通、あ、まあ、自引きすればいい。普通に、6を自引きします。8でした。いや、まあ、まあ、次もある、もう1ターンありますからね。体力上げとくか。バランスがどうだ。相当平均的だな。でも結構いいんじゃない？会社員。多分バランスが良さそうだよ。会社員だよ。確かに。どっちに行くの？おお、はいはい。さあ。デートですよ。え、どうする？連絡するか。そう、だってそんななんか。まあ星4だよね。一択。もう星4とか関係ない。なぎさちゃん好きです。こいつなんだ。こいつなんだ。決まってんの。決まってるもん。でも全然、全然増えなくていい。もう1年かけてもなぎさちゃんを認める、マジで。はい。さあ、なしで借金まみれの男。買い出す4億6千。ここはもう止まるしかないか。破産申請とかした方がいいんじゃないの。まあ、あえてここでデートするのもあり。あえてすぎる。しかも5っていう微妙な感じ。ちょっとでもさ、いいね、400万。ダメだから。で、まあ、ランクアップはするっしょ。するね。そうでしょ。これ、センスも上がり。いいんじゃない？はい。さあ、これで、どうなる？ダッシーは、ホックに。でも、ホック。1400万。まあ、そろそろセンス上げたいよねっていう。あれ、カオルコちゃん、もうちょっと稼いでくれると嬉しいなぁ。まあ、最低だね、あんた。また新人俳優だから。まあ、どうしよう。まあ、一旦回しとくか、ルーレット。まあ、どうせ止まるよね、それね。うん。1以外なら。いや、結構でかい数字だとね、美味しいよ、タバコ。うん。おー、追加で。買うかな。さあ、何を買う？お祈りでもいい。祈ろうよ。そう、みんなのために祈らね。みんなのために祈ろう。祈ろう。どうしようかな。祈りを捧げましょう。一旦この、一旦ね、こいつら。もう完全に自分が強くなってる感じだね。アイドルってこういう感じなんだろう。うん、当たり前ですね。で、まあ、多分。なんかみんなのこと好きとか言っといてさ。うん。だってなんか自分の試合、自分のなんかそういう見た目だけに。惜しかったら9出してたらもう一回給料もらえたい。あ、うわ、何2億って。あ、やべ、ナイス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 ナイ
涙もしかして。先のことはいいじゃん、うなずらさん。さあ、皆さんどうするか。お祈りだろ、これ。単純にお祈りつってたよね、噂。まあ、確かに。お金だよな、あいつ。買うもんねえんだよ。買う金ねえんだよ。借金しないのか。これみんなのために。自分のためって何これ。あ、え？あ、まあ、一回見るだけ見るだけ。あ、戻れない。あ、あ、ごめん。あ、見戻れない。いや、わざとだよね。あ、ごめんね。さすがにわざとだわ。そういう感じ。リモコンカードって何？好きなね、数字出せる。すごく下がった。だから自分のためにやったからね。最低だよ。強いじゃん、これ。めっちゃ強い。あ、あ、しかも。あ、やばいな。会社を辞めるか相談。会社の方針に不安がある。いや、説得するしかないよね、もうこれ。あ、もう社会の犬だ、あんたは。あ、ありがとう。いや、いいよ、いいよ。運勢上がるから下がったんですよ。なるほど。株が下がるよりマシです。8。お、またじゃん。いいね。いやー、それでまた あそこまで行きたかったな。大大吉さん。あ、まあ、いるな。まあもう泣きさちゃったくだよ。いや、星5位ない。リーディのライバルじゃん、期待のアイドルって。普通に俺より下だから。俺より下。食ってあげるよ。食ってあげる。靴もういくらでもいいな。もう金なら無限にある、マジで。全然上がらん、マジで。相性悪いんだろうな、今回のこと。中華結果どうなる。いや、なんか、いや、グラフ見たくないな、これ。グロくないな、相性。グロいね。すごいな。すごい人生の、この。ね、この僕のさ、平坦な人生。普通の人生なんてね。白線すごいよ。ギリギリの上がり方すごい。ナッシーと入れ替わるように。そうなんだ。お前は。続いて。あ、大人でだね。こっから子供とかも山ほど作ってくんじゃないと。山ルーレットで出た目だって子供ができるとか。そういう、やばいやばい、トラブルもすごいね。トラブル増えてきました。やばいよね、まだ止まってないよね。いやー、初っ端のトラブルじゃん、もう。マジ？あ、顔、あ、カオルコちゃん、さすが。ね、おう。でもマイナス4億4720万なんだよ。お前もどこ止まってもどこ止まってもいいだろ。もはやマイナス4億4720万。ってこれでだってさ、4の目カード出してさ、なんかちょっとだけ期末座ってもなんかやる、まあ、微妙だよね。え、旅行か旅行なし。旅行デートも旅行で一発ちゃって。おお、まあ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 、旅行行けるね。はいはいはい。それで旅行と、そう、逆転人生だね。特別な子育てってない。ああ、でも子供いないから見ないのか。まあ、子供も神社でもらえるから、多分。ああ、もうこれ神社で子供がもらえる。まあ、子だからたくさんとか言うし。え、なんか牧場。割と行く。そうなんだ。本当だ。歳児も生まれんだ。あ、子供が天才ルートがあるのか。早くね。早いね。もう終わっちゃった。ね。ちょっともらえるイメージあったけど。まあルーレット。やそこは運勢なんじゃない？今日。あれ、やばくない？やっぱり。さあ、いきなり転落だ。大人になってからのトラブル、いかついよ。ああ、アイドル続けの限界だ。アイドルいけない。嘘でしょ？急に終わりが来ます。残念ながら。人生ってそういうもんです。やっぱ。何も意味ないじゃん、今までの。今までのあなたの人生。全部無駄。無駄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 。お前も止まれ、お前も止まれ。あ、ボロボロ。まあまあまあ、平坦な人生の男だ、さすが。え、マジか、なくなっちゃった全部。こっから仕事探さないと。なんか やばそうなんで社交ダンスにします。平坦だなぁ。あ、センスが C になった。よしよしよし。これさ、やばいね、ほんとに。おぉ、よし。盛り付けだよね、やっぱ。おー、あ、でもいいね。デッキョクさんも仕上がってきたね。仕上がってきたでしょ。人間として。なんか、牧場物語。牧場やろう。でも、ここで暮らそうかな、じゃあ。もう、なんか家とかも。田舎でね。でもよくね、もうなんか。都会の喧騒から、それで。
やばくない？でも幸せな人生なのかも。やばくない？やばくない？あれ、あれ、知れませんね。トラブル多いな。神社行く途中、道に迷ってしまった。そこで、ここで。え、待って。あ、じゃあ後ろから突き落とされるよこれ。え、こんな時間に危ないよ。あ、ありがとうございます。え、なに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 、え、あ、これ運も意外と意外とともない系だな。疲れたってだけだ。危ねえ。割と運関係してんじゃないのかなこれ。でかさ、確かにこれ、これは大凶とか地獄だ。無駄にセンスのいい振りなんす男 D で。ここでもう一回就職すればいい。確かにね、就職マスを目指したよね。もう俺はとにかく進む。よしよしよし。で、どっか他のやつもあげとく。ほ？おお。え、これ行ってこべきじゃん。え、無理やん。地獄です。金減る？わ、あなた動く。おい、センス S だぞ。マジかよ。センスが通用しなかったもん。1はさすがに2連続1は引かんやろ。経理できるからね、みんなは。あ、いいじゃん、だな。さあ、でも、ちょっと遅れとってるから、さすがに前に進まないとちょっとまずいんじゃないかなって思ってるんですよね。でも逆転だよ。いや、俺は平坦な人生を歩むんですよ。やってます。偉いな。とにかく安い店。枯れない。美味しい店だね。まあ、美味しい店だよな。おお。はい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 。運勢は大吉で。喜んでくれてよかったね。平坦な人生はこれよ。ちょっぱ。てかバトル始まんなかったの。頑張るぜ。急に笑い取ってみるか。リキオコさんやりそう。急に笑い取ってみる。たまにはジョークを言ってよ。あ、大受けした。よかった。詰めたらどうしようってめっちゃ緊張してた今。なし、絶望の最中。トラブルの男。頑張れか、人生。割と後の方、なんか、安定してない。これさ、あえて4の目カード買わね。いや、使ってんじゃない。あ、じゃあ使っても意味ない。あ、違う違う、これずれるわ。5だと。結婚しそうだね。なんでも。回すか、じゃあ、ゆったり。おちょ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 。これで、これ子供が、子供何人？そっかそっか、これ増やせんの。プラネタリウムで、何したの何したの、天体を見て。いいじゃん。あ、カオルコさんも大好きになった。はいはいはい。あ、マックス、あ、え、に、それによって心が通じ合い、心が通じ合って、あ、これ、あの、コウノトリからなんかプレゼントもらえるんじゃない、もらえるんですか。天から授かり物が。え、イエス・キリスト爆弾。な、なに、なに、これルーレットとかで決まるの？ルーレットで決まる。ルーレット何が決まるの？これ、ナッシーニか、これ。確かに、最悪じゃん。最悪じゃん。最悪って。最悪まで言うか。借金する人生になっちゃう。イボイワイが。生まれるたんびに金取れます、これ。だる。だるすぎる。だら、だる。お祝い金コレクターが一番金もらえる気がするな、俺このゲーム。まあだから、でもなしで子供産むのに多分1000万円ぐらい使ってるから、一応マイナス100万です。赤字の子供。もう一生借金なんだけど俺。赤字の子供ってまあ赤子だからね。おお。もう1本まあ0本だったらしいんですけど。よし、まあ10ね。オーバーボーナスでかいんじゃないか。え、30もいくわ。3500万。あ、フリーターだから。格闘か、体力 C、 体力 C だからな。あー、ありじゃない。まだでも、まあ、一旦しとくか。フリーナス界だったら、体力ちょっと DD 人生迷走し始めたな。あ、フリーランスになると就職したい仕事も選べない可能性、選べないのか、最初は。うん、あの虹色のマスに溜まると選べるってことか。次だね、多分。一旦まあぐるぐるこれ格闘化して体力上げつつ、でっか、お、でっか、いいね。あ、やばい。あ、プラスになったお金。お、さすがにこれはランクアップできそうだな。いや、余裕です。独立もできるよ。独立するありじゃないか。これあえてちょっとここでベンチャー立ち上げない。独立しちゃう俺。お、マジか。おお、ベンチャー立ち上げた。やばい。
あ、なるほど。で、みやこさんもキャリア。まあ、馬さんがキャッキーを立ち上げたんだったら、俺は、独立する。独立して潰しに行くのもありだけど、はい、まあ、もうちょっとキャリア磨こうかな。ちょっと馬さん、自分が独立しなかった世界線も見たいでしょ。あ、確かに。確かに、確かに。うん。いや、これでちょっと、俺がうまくいったら、もう、馬さん、ウギギギだが。確かに、もう、100万円。これなんか普通に嫌な予感してるんだよな。いや、ベンチャーはなんか急にこけたりしそうじゃない。俺もそう思う、ね、うん。急に安定した人生とか言ってた人間がベンチャー企業を立ち上げたらどうなるかっていう。あ、でもそろそろゴールだけど、多分これ3押したら、3いけたらまただよ。3か5だよね。まあ超マスカード4マスとか。いや、これ、それあり。超マスカード1号で3か5なんですよ。あ、ありだな。4で5分の2させてもいいよね。さて、お願い。お、じゃあ子供なしね。さあ、5をしてるか。子供。5しか青ないっすね。いや、ゴール3連続で5引いてみた。やばいね。え、あ、夜の森で迷子になってしまった。あ、高い、カオルコちゃん、高い。気持ち悪いな。本当に。おそましい。この世のものだと思えねえ、普通に。赤子の代わりにお前が天国に送り返されるの、マジで。あ、でもこれで、ね、おぉ。上がり、で、お、またかよ。100% だね。2人目じゃねえかよ。もう1匹生まれます。おなんか、え、無限ガチャしてるじゃん。双子、双子、三つ子でもいい。双子か三つ子、双子か三つ子。そんなことあんの。しかもこれ無料だからさ。無料っていうね。も無料っていうね。黒字の赤ちゃん。あ、かわいい。あ、なんか両方って感じ。目が。出来おこ、出来おこさんに似てたらまずくない？それ企んでるそれ。うん、それちょっと怖いね。うん、え、やばい。これ2000万でしょ、やっぱ。やばい、マジでやばい。2000万ってやばくない？金、まあ、まあ、お前さ、あの、お祝いルート強くない？強い。お、気づきました。これでもね、赤ちゃん作りまくるのがめちゃくちゃ強いです。これメタなんだ。うん。まあでも俺は今回作んないで。いこうかな。純愛ルートでいこうかな。って思ってます。え、正直、いいや。こっちでいい。よし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 。あ、それとね、この、今回のこの大人後半中に子供作っとかないと、もうこれ作れないんで。あ、そうなの？うん、安いやつでいいや。言い方だろ。なんか2くらいならいけるし、すぐ。まあ、アスカもうマックスだし、なんなら。まあ、アスカでいいか。言い方。アスカす、もうアスカこの段階でプロポーズしてもいけるレベル。確かに。いや、収入はないけど、いないよりはマシでしょ。いないよりはマシでしょ。あ、待って、出るしちゃった。間違えた。いや、新たな女を探しに。あ、姫さんね。あ、でも、似合い。あ、一軍選手の一軍選手。上がってるじゃん。あ、いや、この人でいいや。うるさい。よしよし。まあまあいいよ、そんぐらい。金はあるからな。これ、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 この人でいいかな。さあ、馬さん。さあ、どっちに行こうかな。いや、あのね、あと1回デートすれば、うん、結婚できるんですよ、僕多分。80% だから。なんか、結婚しちゃう。おいー。あ、だめだ。結婚できねえって。絶妙だね、まさに。ああ。まあね。自社製品もそんな段階までいってんのか、うまそうな企業。ここはもう 100% も勝ちです、これ。ラブじゃん。いや、もうデート。で、カード。でかいよ、これ。もう次のターン結婚ですよ、と。え、じゃない、馬田さんにお金払わなくちゃいけないってこと？そうだよ。金貯めといてね。うわぁ。よし、デート行くぞ。あ、あいつか。なぎさっち。なぎさっち、こいつや。やめ、いや、ステンドグラス綺麗だね。いや、俺の方が綺麗か。左の人も左女性なんだよな。よくすごいね、いい説明を聞いて結婚式のプロまで聞いちゃったよ。じゃあここ、じゃあ必ずここ以外の教会で結婚式あげます。あ、なんか嫌いなんだ。どうなるか。いや、こいつだるいな。おみくじ、おみくじあるからね。ナッシーもワンチャンで2か。しょうもない。さあ、どんなおみくじかな。何？ハズレじゃ激ヤバね。
みんなに。お願いお願い。みんなにもあるよ。みんなに幸せをナシーにあげる。渡すでしょ。ナシーが。マズラハギ。マズラハギ。金じゃねえ。ねえ。うわお金で。ここは金なんです。ちょっと待ってこれナシーお金余裕ないからね。うんないね。あまあ。あ三億。三億。いやマジで。どっちお願い。あげるでしょ。あげる。ないね。いやベンチャー社長。社長、借金持ちのベンチャー社長終わりや。どいつもこいつも借金まみれじゃねえかこれ。終わってる。マジで終わってる。トミーは平坦化していかない。こんな終わってることある？平坦化してねえよ。どんな魚？どんな魚にして？見たこともない魚でしょ。うん、新たな風吹かせに行こうでやっぱ。食中毒にならない大丈夫。適当とか言ってないよ、なし。さあ、待って。待って。うわあ、ちょっと。いまいちでした。残念ながら。そうなんだ。あ、勉強にはな。勉強になってよかったじゃん。はい。俺。あ、その隙間に、え？何が落ちてんの？もしかしてプラチナカード？札束です。いくら？なんでそんなの落ちてる？いくらか落ちてる札束。9000万円なんすね。いや、なし、月が回ってきたんじゃない？いいね。うん。何それ。一旦ルーレットしよっか。さあ。お、トーマス。おぉ。ラッキー2でもね。こっちはハートルートだから。会えるよ。あれ？あ、こいつありだな。世界最強のチョイス、世界最強チョイス。しまくりだな。ですね、僕、これ、作戦があります。これね、うん、僕7カード持ってるんですよ。うん。結婚した状態で7カード使うとどうなります？あ、天才だ。子供が生まれますよね。ああ。デートカードを使うと今 100% なので、結婚できるんですよね。カードの使い方。これ、2ターン連続でお金がもらえます。人間じゃねえ、お前。お金がもらえます。行かない。あ、行かないですね。こいついくらもらえんだろう、星4だけど。星4頑張ったんだから。結婚してください。1個ぐらい外れますあってもいいんだけどな。1個ぐらい外れます、星4。あー、やったー。動画外でも結婚。と見せかけて。結婚。やったー。ジークの奥さんだ。ジークの奥さん、活動するぞ。ジーク多分あと2年ぐらいで死ぬのにも。ベンチャー企業13年で死ぬからな。うん。価格は変わんないんだよね、このもらえる。あー、いい。でかい。十分でかい。マジか。ありがてえ。いや、でも借金のがでかいな、普通に。でかすぎだろ。3億でっか、やっぱ。持っててよかった。稼ぎ切った、俺は。お、あー、ちょっと行き過ぎたな。え、でも1万なんだ。あれ？そうだ、あ、3000万、でかくね。ちょっと嫌な予感っすか。なんで？どういうこと？お祈りしよう。お祈りだろ。みんなのために祈ろうよ。みんなのために祈る必要ないんだよ。ってカード買うべきじゃね？カードいらん。そんなひどいこと言うの？なんでそんなひどいこと言うの？物件ってか買うべきじゃない？駐車取る。ない。え、その下の方が新しく増えますこれ。この辺で。その聞いてない。ここは手堅くカード。体力と。これマジ買うべきだよ。センスとデートとあいいね。おお。デートとあ。はい。え、やばくないなんか。めっちゃ合理的。まあ1だな。よし、これでいいかな。大々吉だから俺もう祈りしてないんだよ。さあ止まっちゃうんだよね。ああそうか。お上司がとんでもないミスをやらした。え、俺のせいな。え、ふざけんなよ。あ、でもこんなもんか。最低だな。まあでも大々吉なんだこれ。あ、ないそれ。え、なんかいい子ちゃんだからご褒美もらえるらしい。何もらえるんだ。何これ俺も初めて見る。これお金じゃない？お金？2倍？2倍今？えぐ。いや、これマイナスの人が止まったらどうなんだろう。
あ、でも普通に戻っちゃった。普通に戻るんだ。あ、ほんと。うん、使ったという。じゃあ、どうする？デートしとけば。ここで、でもこれ4マス使ったら、あ、4マス、微妙だな。デート、デートありだな。子供作るか。うん、ね、デートで子供できる？いくらいてもいいから、できる、できる、できる。ただ、一発で 100% いくか分かんないよ。カップルシート、カップルシート。あ、大成功なら子供できるから。なるほど。ちなみに見た映画はあれです、 I'll be back。 いけます。 I'll be back はターミネーターなんだよな。 B 級っぽいな。超絶的な恋愛パクリだ。いや、ターミネーターが。そう金が減り、まあ、これね、星が高いやつだったら成功でも 100% になったりするんだよ。そうなんだ。そう、これでうわー、双子。何人目？ 3 人目？こんなの増えれば増えるだけ得ですから。おちょ。バイプッシュ。さて、やばいなこれ。一回やばい。もういらん。いや、お前、運6。よかったね。引くの。黒字の子供だ。お前ルーレット強いよ、お前。ちゃんと黒字の子供でいいね。一人でジーク終わってね、なんかもう無理やん、ジーク。ジークちょっと重いよな。金で。メディアで一発決めるしかない。さあ、何引くか。よいしょ。10。おぉ。転職かな。祈りじゃね。転職ありだよ。大君、どうかちょっと微妙だもん。もう自分のこの。でもアイドルにはもうなれないんで。ああ。配信者じゃねえか、もう。あ、無理だね。アイドル戻れないんですよ。引退未経験が条件だから。ああ。アイドルの後、俳優なる人とかもいるよね。確かに。あ、そっか、センス。そっか。視力で有利になるルーレットか。無理だな。体力。いや、なんでもね、成功する、多分。俳優は。視力。いろんな要素を要求される。やっぱプロ野球の方があれじゃない？給料高くない？急に野球選手だったらびっくりするけど、アイドルの、はい、元アイドルの野球選手すげえな。センスいらんもん。そうだよ、センスせっかくだしな。そうだよな。おこれでついに俳優に。まあまあさすがにね、余裕ですよ。よかったね。で、一旦このまま行くと、あ、強い。このままランクアップチャレンジ。何これ。まあ、楽器好き、まあ、センスを見せたいみたいな。まあ、そうなんだ。じゃあ全然いいじゃん。よしよしよし。これ結構ペースよくランク上がってくんじゃない。ランク上がる。元のステータスが高いからさ、うん、え、早っ。おお、1000万。うまいよ。で、次左。で、ここで、7を使って子供を授かりに行きます。キモすぎる。うわ、俺の今の給料全部やめちゃう。マジでキモい。失敗しないかな。なんかの間違い。どう失敗すんだよ。一番下引けばいい。あー、告白した時。無人島行くぞ。か、遊覧船乗るしかねえよな。あー、いいね。あー、よし。爆誕、新しい子供。どっち生まれるんだろうな。ジーク嫌だけどな。ジーク生まれてほしくないな、ちょっと。さあ、どっち来るか。ジーク嫌だ。子供ジークは親を密告するから。大事だよ。やめてほしくない。あ、まずい。これ、あの、警察に言られます、僕。あ、でも、目元を母親にいたの。あ、確かに。100万。1くらいで。お願い。よし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 。あー、ないや、俺は。これ割と赤字が効いたな。赤字が効いた。もともとの貯金が4億あれば余裕で過ごせるんだ。金ないんですよ、僕。いいね、やっぱカード強いね。カードだけだと本当によかった俺。まあこれね、昇格したいから1使うか。あり。ちなみにカード使ってちょっと時間かけて体力上げてから給料日かな。賢い。改善任せるか。出されたから、これ多分センス上がっちゃうな。設計見直したら知力上がっちゃいそう。やっぱセンスかな。上がんなくね、これ。体力上がんないね、多分。
あ、上がった、上がった、上がった。おー、上がった、両方上がった。ついてるな。残り9ターン。全然おじさん、おじさんじゃん。まあ、4点もいいけど。え、なんか。もういっちゃうか。これで2出たらおもろいよ、私。いや、666。せー給料日。いいね、給料日で。さすがにこれ、料理長。センス力と知力終わってない。あ、ちょっとこれセンス足りないわ。センスが足りないね。うわあ、俺料理でもよかったのか、じゃあ。あ、確かに確かに。あ、カオルコちゃん、たまたま。もうひもになってんじゃん、こいつ。カオルコが優秀じゃん。え、なんか俺、カードやばくないなんか。お前10なんだけど。いらないんだけど。どうしようかな。配信者とかだったら有利だったの。お宝ってなんだよ。あ、あー、よし。なるほどね。恋愛だと。うん。こいつ行きたいけどなぁ、どっちか。世界最強めっちゃかっこいいけどね。いいね、世界最強。で、あれめっちゃ落ちそう。で、よし、危ねえ。危ないね。でもでかいんじゃないですか、これ止まれた。世界最強、世界最強がいいな。運命のハートマスター。新キャラ来た。あ、でも運命のハートマスターの出会いなんだよな。よしよしよし、おー、強くなった。誰やねん、お前。しかも、なんか 2% 余ってんなんなんちょっと懸念要素あるわ。まあ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 、いった。う、ちょっと待って。え、あー、まあ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 バーベキューセットいく、これ金がない。いや、これバーベキューセットで、おか、あの、子供引きます。まあ、そうだね。お願いします。大成功。よし。あぶな。さあ、新しく生まれてくる子供は赤字書きとなってしまうのか、でも黒字書きとなるのか。お願いします。なってるよ。あ、ないの。でも家が狭くて作れません。ああ。あ、そっか。使えない。作れない。そういうこと。食べないから。おい。また借金して家買わなきゃいけないやん。で、ここでデートだな。で、これで次のターンに体力が C になって給料日に昇格できると。あー、もう計画的ですね。計画的でしょ。あえて渚以外の女に手出すっていう瞬間を一切見せることなく、渚さんの今日と一緒に今瞬間垣間見えたね。頼む。もうここの話聞いたから面白くないね、渚ちゃん。で、京子ちゃんの方が面白いこと言ってる。ありがとう。マジで正論だと思う。っていうね、かまこう、くだらねえ会話をしながら、子供が成人しました。で、なんかさ、なんか、頑張って大統領とかになってお金稼いで。だ、子供何になるのかな。俳優として生きていく。あ、もともとやってればこうなるのか。なるほどね。給料日には1億1000万。マジ？結構、え、マジ？子供ガチャ大成功じゃねえか。もういいかも。じゃあ病院とかも知ったことか。だからこんな風に子供作るとでかいんだよ。子供系なんだ。え、子供作る。じゃあ、よかった。ちょっと待って、料理してたの。こっちもガンガン進んでいこう。子供ありえんぐらいですよ。え、またやん。まあ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 、はバレたから言うけど、前回暇人さんは子供10人ぐらい作ってしゃぶり尽くしてた俺らを。子供が本当に強い。いや、いける、いける。あはー、微妙、これ。まあ、ここに関しては、カオルコの性能次第。どう、カオルコちゃん、どう？82% 方ね。星4だと絶対に。絶対になったりすんのかな、ワンチャン。1じゃなきゃいい。おー、しよしよし。あ、いいんじゃない？お、誰の？誰だよ。ああ、こいつとも仲良くなってる。知らない女の人が出てくる。え、何でもいい。木製パズルでいいよ。渋いね。あ、知力上がった。あ、こいついいやん。おじさん、こんなもんでいいやろ。あの、マジ目移りしすぎじゃね？これ、性格って何なの？よくわかんない。わかんねえ。相性なのかな。センス高いやつはセンス高いやつと相性いいみたいな。だから引っかかったのか、今。感じなの。買わなきゃダメだ、家を。え、あ、まあ、そっか。今から？
え、でも、トマさん、カード使ったら安く買えたよ、家もらったカード。どうやって使うの？え、これはね、あの、なんか、ターン消費して買い物をできるカード。一旦今回は関係ないんだ。いや、関係ないんだよ。一旦お祈りしてもいいんじゃない？これ転職しちゃうのかい？あんたは。どうしようかな。EX やばこれ。会社員 EX。 うん、いや、これお祈りですね。みんなのために祈ってくれや。みんなのために祈ってくれ。大吉なんすよね、でも自分え、でも大大吉になったら金2倍だったよ。これ人間性出るよ。さあ、どうする。まあ確か安定だよ。安定取っちゃうか。これはみんな今コメント、ね、みんなに1億円自分も入るから。でかい、自分にも入った。でかい、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 でかい。順位はね、変わんないんだよこれ。まあそうね。そうだから借金ある人が使うのが得なんだよ多分。え、なにこれ。正しいやん。いや、もう10件出すですから。まあ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 、あれときましたな。ああ、いいじゃん。かける500万なのか。よし、これで C だから。やるか。あれ？いけないの。いけないの。まあまあまあ、いいや。あ、ここででもプロポーズじゃない？プロポーズしちゃうか。さすがに引けるっしょ。90% だから、まあ。いけるよ。なぎささん。なぎささん。結婚してください。愛ですね。来い。あ、おっす。一瞬罰がよぎった。はい、行けよ。いや、もう俺らの愛は本物、トゥルーラブだから。失礼。はは、難しい。あ、両方こうなるんだ。ほんとだ。結婚おめでとう。さあ。やばい。え、なんか、セブンくらいにしといて。まあ、そういう、みんなから金絞り取るのあんま好きじゃないから、普通に1行こうかな。あ、まあ、6か。あれ？ごめんごめん。ちょっともらいすぎちゃったかもな。星が多いとこうなるんだ。いや、星関係ないんじゃない？あれ、さっき5000万だった。あ、5000万もうここのルーレットはもう普通に全員平等。うん、いいって中間結果とか。あのほら、子供さんに圧倒的子供力で最弱点よ。なんか変ななんかしょうもなみたいななんかつけるのやめてもらっていいですか、エフェクト。準備よろしいですか？いいよ。Here you go。まずいね。あと7ターンです。子供青春割と。あ、子供、あ、したい。あなたは何じゃ。やばい。俳優ね。いくら。記録1000万。やばいな。やばいな。さすがにやばいな。子供ガチャエグ。でも待って、これ、休養日にならないとお金振り込めないんだよね。そう。特効じゃあ、もうガンガン行こう。じゃあ。休養日しかない。よしよしよし。あのさ。ナイフ行こうと。ああ、デートか。まあ、これさっきでも好感度上がったし、もう密着カップルシートは一緒。これで、大丈夫。いいね。ありがとう。賢いな、ちゃんと。賢いっす。うん。これで、100%。さあ、新たな赤棒が。いや、これ50人クラフト作れるんじゃない？本気で作ろうとしてんだ、これ。99人子供作れる家ってそんなできることあんの？あるっぽいね。それやってみせるよ、それはなし。さあ、祝い金いくらになるか。いや、だるすぎる。何この家族悪魔だろ、500万だな。やばっ、お前。増えれば増えるだけ悪い気持ちしかないんだろ、社会にとって。はあ、それがもう君たちの時代が終わったから新しい世代が継いでいくから。ああ、褒めなきゃ。うん、ついでなんかあれだね、いろんな女の子に手出した結果なんかちょっとどっちつかずな感じになってるね。どっちつかずだ。いや、ルーレットで。あ、もう子供はいらないと。まあ一旦ちょっと全部はでかいじゃん。何をするべき？一旦買い物見るか。これデートがあったら大丈夫。よしよしよし、これ買いまくれ買いまくれ。買い。おお。え、これさ、ファンカードっているの？確かに。政治家と配信者に必要ってことだ。なんないんだったらいらないよ。ならまあ、持っといてもいいのか。
売るとすんげえ金になりそうだね、プラス10。売れんのかも。わかんない。たまに超レアなカードに入る。へぇ。これ、まあ、ありだよね、買っちゃうのね。え、ありなんだな、確かに。あー、だって豪華あるもんね、実際。うん。すぐ返せるでしょ。あ、てか、あれだ、下取りだから。生きろ、行こう。もうここで俺賭けに出るしかない。まあ、確かに確かに。で、宇宙シャトル買って。おぉ、ディーディー、結構大胆だね。大胆な買い物したね。行くしかないんだよ、俺。ラッキー2。これは、すごいんじゃない。まあ、これでいいか。お、仲間とやるじゃない、こうやって、ナッシーが来て。あ、こんにちは、ディーディー。あ、でも、その分わかんない。あ、え、センス。ナッシーもう美味しいけど。ありがとう、ありがとう。あ、やばい、ナッシー行っちゃった。ナッシー、A でかいな。トップしたね。やばい。あ、そうなんだ、そうなっちゃった。ここで、いや、まだカードは使わなくていいね。うん、まあまあまあ、余剰5で。はいはいはい。なんで？お仕事夢できた。さあ、成功するのか、しないのか。どういうこと？市場調査、行動あるのみ、流行を取り入れようや。さあ、若者受け。いけるかいけないか。あ、結構いいじゃん。失敗1個しかない。おいじゃん。よしよしよし。よかった。いいね。事業大成功ってよ。テンス上がって。はいはいはい。いいっすね、結構。あ、でかい。いやー、でかい。何も奥さんもしかしたら。いつの間にか。まずいね。はいはい。まあ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 。さすがにね、社長になって、いや長かったな。もういくらもらえんの？うわ、1000万になってる。これさらに上やん。おーやばい。会長、運勢、大吉祥でランクアップイベント。でもさ、星の数がさ、なんか偏ってるよ、ね、あ、すっげーもらえた。え、いいなぁ。え、あと6ターンで俺どうすればいいんだろう。とりあえず、とりあえず9秒マス行きたいなし、なんでもいいから。あ、いいいいいい、めっちゃいい、こういうの。あ、で、しかもハートがとまりの。やばいね。いや、かわりこっちゃ、今日もかわいいね。お願い、お願い、彼女、彼女、もう一人、もう一人だけ。もう一人だけでもいけるよ。やばい、ほい。人生で聞いたことのない頼み事だった今。もう一人だけ。もう一人来た。ぐっ。これね、いい気に増えてきた、ナッシーの数って。え、なんか、え、やばい、これマジで最強のコースやな。お前、アメリカザリガニみたいな繁殖力してんな。ガニラにして。あ、あなた、あなたも可愛いね。あ、よかった、ナッシーの。5番目に生まれたから、ゴッシーね。あなたゴッシーって。ゴッシー？え、どうぞ、5番目だから。1子、2子、3子、4子、ゴッシー。そうなの。でも最低な名前の付け方だね。ちょ、まあ多いからね。これで4人目くらいまで取った名前付けたら、なおさら最低だよ。7人目しいのに嫌だな。かぶるね。いやー、まずいな、俺金。ディーディーちょっと辛いんじゃない？なんでこいつらこんな金ねえんだよ。で、俺は。ディーディーとか生まれたばっかの時なんか金あったじゃん。カード。誰にしよう。てか今からやっても間に、もう、ちなつちゃん結構って、確かにやる意味があるのかって話はあるよね。6割引くとは実際これ子供ね、あ、まさに全部しちゃった、あらかしたもん、もう最悪や俺。連絡見た目だ俺。子供成人しなきゃ意味ないから、大人になった後は。あ、そうなんだ。あ、待ってか、次の時代に入っちゃってからは。あ、そうなんだ。まずい、早めに作んないとやばい。あの、モテモテ達成なんか。やばいやばい。ディーディーちょっと、恋愛かまけれる時間もないんじゃない？あと5ターンだよ。さあ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 。迷っててさ、俺ベンチャー社長でしょ。ベンチャー社長さ、ワンチャン仕事ガチでやると、大当たり引いて金ドーン入る可能性があるっていう。おぉ。を考えてるでしょ、ね、そんな人生でいいんだよ、福田さん。安定ですからね。人生で初めて仕事を頑張るわ。仕事頑張ってくれ、馬さん。
あ。ほら、この、だから一生このルーレットで多分ね、これ誰がこれ入るんだよ、これ4000万とか入るんじゃないの？ 8 点でかいんじゃない？これ4000万とか入るんだよ。ほら、ほんとに4000万。仕事すればいいんだよ。これで子供作れるかどうかでルート決めるか、次のターン。ああ。確かに。一人だけ欲しいんだよな、記念に。記念子供？うん。ああ、記念に子供を。オッケー、学生気分だ。青春取り戻せた。おお。じゃあ、渚ちゃんと僕のボールが捨てちゃったので。やばそう。どっちにの子供が生まれるのか。美人確定ガチャいきます。どっちにかわかりません。いや、これは実力さんにじゃん。目一緒なんだよね。目一緒なんだよ。かわからん。かわいい。よし。まあ。やばい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 。まあ、だったら仕事ルートかな。あのさ、稼いだ4000万消えるんだけど。あざっす。俺が汗かいて、取り付けた8件のやつも全部消えたわ。仕事まさの8件の仕事より子供1匹のが重い。1匹いるの？まず、あなたは最初に、アイドルね、はい、やばいじゃん。完璧なアイドルじゃん。あ、もうメイドで200万、まあ、1億1000万複数と呼ばれてるから確かに見える。でも普通にエグいな。あ、9はでかい。あ、やばい。なんなら給料日いける。うん、メラベマスいる。メラベマスで、まあ、転職もあり。買い物じゃないから、カード買っとこうよ。まあ、まあ、家をより良くするのもある。あ、そっか、物件強くしてる。こんなことも出る。あー、でも高い、4億円だよ、だって。あ、じゃあここ、1000万で99人子供ぶち込める家もある。もし持ってるから、もう超豪邸。まあ、で、5の目カードと、うん、あとあれ欲しい、この家内安全守り買っとくわ。これどうなんすかね。あ、そう、これ超大凶だから、まあ悪いことできるってことだね、これ持ってる。そうだね。待って、いいもん拾ったわ。やばいなこれ。しかもぴったり。さあどうなっちゃうでしょうか。やばいやばい。あ、ありがとう。やばいやばい。料理長来た。特に努力もせず料理長にもなり。なぜだね。いくらいくら。4000万。あ、でかい。おお、めっちゃ稼いでくるな。やば。これ暇人さん10人いたの。いや、もうそんぐらいいたよ、本当に。もう何でもありじゃん。でもね、なしほど質が良くなかったから。あー、質が良い。遺伝子ね。いいやつはいい。カスいやつはカスで、マジで。カスでいいから、レベル2でいいから。じゃあ、ちゃんとね、これ間違えてるから、さっきの。デイではだって、そのためにだってでかい家買ったもん。で、これで、こうと。ちょっと時間どうなんすかね、足りるか。わかんない。先にそこもいい。でも絶対確定なんだから。よし。いや、もう作業のように結婚したね。結婚式ぐらい先方を外せ。で、しっかりと。いや、おちょあ、でもまあまあ悪いじゃん。イケメン配信者。安定した仕事しなさい。いや、お前が言うなよ、ベンチャー社長。お、いいじゃん。ああ、まあ。ハイパーラッキー来ました。先進企業。はい。あ、いい。おこれでいくら？1億円で。強っ。おー、ステータスの3つアップぞ。ベンチャーも強いのかもな。もう子供は、だしな。みんな仕事誰も辞めねえじゃん。辞めねえ。うちの子可愛すぎる。可愛い。可愛いな。新しいな。おみくじ引こうかな、お参りしようかな、どっちしようかな。おみくじや。おみくじ引くか。子供喜ぶっしょ、おみくじ。大吉出た、やったー。え、えー、あ、別に運が良くなるわけじゃないのか。
4ターン、4ターンで2人作ろう。で、ルーレットを回す。4ターンで2人作って成人させるって結構きつくね。あ、そっか。いや、成人してくれるはずや。育てる、無理やる。変身って運なんだ。これで4、あれ何ターンだろう。ターンなのかな。これ結婚できる、またまた子供できるよ、これやばすぎる。え、これ、これどっち4落ちて、こっちだ。これまた子供作る。ゲッツ、ミーフィーティーチルドレンたちだ。やばいやばい、これマジでワクワクするカオルコさんは何気なんだろう。これ間違えたくない。いやこれ多頭飼育崩壊起こすんじゃないよ、これね、そろそろ復活してほしいよね。お化け屋敷とかいいんだね、これ。あれじゃん、なんたらの法則があるじゃん。釣り橋効果ね。釣り橋効果。怖い。確かに、あ、手をつないで進んだら、カオルコさんの太陽がかかる。音読すんだ、マジで。嫌だなぁ。それゲームがだってさせてるじゃん。100%。で、わーもう。あの、恍惚とするのやめてもらっていいですか、ナッシーさん。増えたね。ナッシーにじゃん。増えた増えた。やばくない量こいつ。でも乗らないじゃん。今のところなんかナッシーフェイスよりもカオルコフェイスのが有用。バカがよマジでよ。もう俺のテレビ出演の2割が。え、まずいぞこれ。あまりにもナッシーが。吸われる。人から取るのが一番強いんだからこの世に。愛が一番強いんだよ。この世の中。あくまでもデート行くと。でも金ないからもういいよいいよ。食べたいから、ね、どうせないから。いいよとはならんでしょ。でこれで増えるでしょ、たぶん。さすがに増えるよ、もう。いや、星2つだよね、もう。あ、よし、さすがによかったよ。しっかりこの2000万引く。生まれろ。新たなる生命。ディディって子供生まれることに対する感動が微塵も感じられないんだよ。で、2000万。金。だからそういうね。ああ。アイドルやって愛を振りまいてた人間がよ。愛を振りまいてた人間が。ギリプラス。ギリプラスやばい。500万のプラスだよ。あ、うまさ。まあ、普通に。進むしかないけど。選べます。買い物はまだしない。お祈りだよな。お祈り行くんすか。いやいや、買い物か。あ、戻れない。あ、戻れない。やめれる、やめ。買うもんある。買うもの、買い物行くんすか。いや、ちょっと見るんですけど。あ、見るね、大事だね。あ、何があるんだっけ。いるか。いらん。これ以上いらない。まあ、おっきい目で、まあ、給料稼ぎに行くのもあるね。どうせ後で家買うから。お祈り、お祈りだな。俺のために祈るか。まあ祈ってくれ。お宝ゲット。あら、いい、ここでの能力使い。若干遅い感じもするよ。遅いね、ちょっと。すごいです。じゃあラッキーマス。お、なんかもらえる？お、ビリーサインくれた。あざーす。もうこれあんま良くないタイプのやつ。多分これしょうもな俳優のしょうもなサインだよ。ナッシーが持ってたやつが良かったから。え、てかナッシーのあれってまだ1000万のじゃあんのか。価値暴落するんじゃない。ないでしょ、だって。で、やめちゃったからな。やめちゃったから。伝説のアイドルみたいな感じじゃない。やめんだよ、マジで。インショップ。おぉ。あと3ターンだけ。給料末行きたいな。あと3ターンきついな。だったら俺は進んだ方がいいな、俺。1、2、3、4、5。2回頑張ってもらおう。6、6、6、6、6、6、6、6。あ、なんだ。すごいで、いや、いいね。お弁当作り、あ、なし、イクメンだね。はい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 。トラベンなんですけど、ね、子供は天才になっただって。あ、天才児爆誕。え、これなんかどうなんの。イーロンマスクもしかして生まれる。イーロン、ね、成人した時大変なことになるじゃん。で、一旦変わるルートで。あ、賢い。よしよしよし、よかった。やば。で、アップグレードできるか。
いけるかどうか。まあ、さすがにいけんじゃない？センスだから、うん、これでしょ。よし。おお。で、ランク条件。おめでとう。お、価値上がったね。はい。やった。星さんが。落とし捨てしろ。カスやんけ、720万って。お前まだ読み切り漫画家だから。何漫画は爆発するはず。漫画は爆発するはず。おい。来いって何が来るんだろう。なんでもいい。出かけりゃでかいほどいいよ。はい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 。仕事行くと、なんもないと。さらに成功すれば間違いなし。全部 C なんですよね。さっき流行取り入れるでやったら、センスが B 以下みたいな項目が出てた。行動も市場調査も全部 B 以下でどうのこうの、確率一緒なんだよな、多分。お、そうなんですよ。あ、成功は絶対するじゃん。そうね。まあ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 。いいね。まあまあ、まあ、どうせこれ子供とか結婚とかで消えるんすよね。ベンチャー弱くね。あで、いや全然でかいっす。でも日常で上がるから金が。そっか。よし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 。やるね。ベンチャー止まりまくる。お祈りしたろうかな、みんなのために。お、最終フェーズだし。これもしかして、なんか余裕あるね。もしかして老後で運ゲー始まるとか言い出しませんか？大丈夫ですか、それなんか。いや、老後は何とも言えない。ただ大吉だからなんかいいわけじゃない、老後は。そうなんだ、うん、あ、そうなんだ。いや、ありがたいありがたい。みんなに血を送って、血をしたね、血をか。どうしようかな。おもてなすか、笑い取ってみるか。笑い取るの好きだね。笑い取ってみるか。OK。SCC。さすがに給料日は踏めそうかな。あ、また。もう何？天才じゃん。こいつ天才ちゃんじゃないの？9000万。え、DD の嫁。あいつも9000万なんのか。DD の嫁、カスやんじゃん。妻。もう追い越されてんもん。ナッシーとか。頑張れるよ。ナッシーいっぱいね。なしな。いや、これ言ってることやばいって。あ、めっちゃ言ってる。あ、これまた、また生まれるぞ、これ。また生まれる、また生まれる。たくさんやろうが。え、これ、老後で増えたりするの？市場調査のお金が。あ、いいじゃん。僕の市場調査と給料が。結局、子供をみんな産んでんだけ、なんだかん。1、2体解かないと。一二体。はいって呼ぶな。はいって呼ぶな。これ何 ?11C とかかな、もう。やばすぎ、もうなんか無限増殖してる。もう車いっぱいじゃん。え、これ99増えることあんの？な、な、な、イライライラ、バカなの？何？いいじゃん。何？どういう引き？もう、俺の、努力。どうしよう。あと2ターン。二段。デートマス。結構ないんだよ、ね。十。あ、終わった。一。終わった。逆転。まあ友達会うよね。はいはい。あ、こんにちは。ナッシーよく来るな。互いを高め合うね。お、本当。え、第二そのカード大きい。大きいカードゲット。弱すぎ。え？なんか呪われてんな急に。さあ、でまた銃を引くと。結構運ゲーキャラなんだな、ベンチ。ねえ。そういうことだね。不安定。あれ2000万と。まあまあまあ。でかいっすね。もう十分でかい。いや。お、あ、いいな。その球でかいな。やばそう、急に。会長に上がるんじゃない？会長いきます。嘘、だから大吉上げといたんですよね。書いてあったから。あ、そういうことか。うわ、1億。これ俺誰だ、パブ持ってるやつ。俺書いてんじゃん。運勢大吉以上でランクアップ言うのって。だから上げたんすよ。あー、そうよう見とるな。うわ、すごい。1億8000万。すごい。いや、でも、なぎさちゃんも頑張ってんだって。
3200万って。アイドル自体の D より儲かってるから。いやいやいや。子供が一人なんかイカついね。なんか俺イカついね。1400万ね。バンガロールみたいになっちゃってんじゃん。バンガロールが料理人やってんのか。これ10、10とか出せれば多分。確かに、うん、9でいけるね。9でいける、頑張れ。ま、待って、頑張れほしい。終わる。全員死ぬ。あ、選べますね。何取るか。買い物でも、転職でも、お祈りでも、何でもいけます。まあ、したところでなんだよ。ラッシーなんか仕事何もしてるから、こいつ。仕事してる？あの、8カード強くない？もう、ガンガン前進んで、これさ、もうステータス変えないってことは、もうこの後ステータス関係ないんでしょ。そういうことだ。まあ、ステータス自体がその給料やつ。私仕事辞めちゃったら意味ない。仕事辞めちゃったら意味ない。あ、そうか。あ、また天才が一人生まれちゃったと。生まれすぎだろ。なんかナッシーっぽいな。え、どうしようかな。一旦普通ルールするか。ラストマスか、ラストか。え、これ飛んだ後って動いたっけ。いや、動けないと多分スタート。動けない動けない。ただ、オーバーのお金はもらえるよ。あ、確かに。能力取るか、お金取るか。まあ、お金もらえることもある、ラッキーマス。こっちにしましょう。3500万。さあ、ピーリさんは旅行行ったきり、帰ってくることはなかった。いやー、厳しいな。旅行行ったきり仕事辞めるのやばいな、マジで。この感じだと。エレクトリック退職。ベンチャーきつそうがちで。まだベンチャーならもう星に止まるんだよ。ここなら星に止まってもさっき10件のやつだったから、いやこっち行くわ普通に。もう 夢つかむよ俺。おお、確かに安定とか知らねえ。いくつ取れるか。おお、ああ、ミスった。普通に向こう行ってくればよかったです。俺だったら今結果論ですから。ここいやあ、くそ。あ、終わったかよ。かわよ。お嬢様じゃん。かわよ。愛だ、ね、これ。やばそうなんか。え、5秒ぐらい見たい、マジ。長えよ。目に入れても痛くない。あ、やっぱアイドルなんだ。もう、ちょっと大物アイドルやないかよ。やばいね、なんか。ちなみに、何こっちだ。え。お協力する。いや、でもこれ、何、まあ、仕事だ、仕事だ、仕事だ。でも知らん。あ、でも運勢下がった。今運勢下がっても関係ない。俺、会長だから。そう、ただ中間。これ、どうなんだ？中間結果的には。いや、でもまだナッシーが取ってる。絶対、ちゃんといい勝負だな。最後、どうなるか。これ、大人の後なんだ。こっから最後の時代説明します。最後だからなんかありそうだけどね、はい、天国への道。あ、宝くじ。あ、これ大逆転が始まりますよ、これ。ここから安定か一発逆転か。うわ、なんか光ってる。すごいでしょ。一発逆転見るしかない。一発逆転島に行けますから。ええいやだね、コードが引きたくないね。カオルコの職業がランクアップ。あ、そうだ、俺相変わらず奥さんはあれだから給料とかもらえない。働いてくれてんの。あ、で子供が2人。いや、バッチリもう、あ、はいはいはい、給料もらえんだわ。8000万、8000万ね。あなたは？あなた1400。やばい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 、フィーバーフィーバー。はい、怖い。で、あ、じゃあなんかやっぱ今ちょっとやばいマスがあるから8の目カード発行したら使うか。えらいえらいえらい。全員死にましたとかありそうだもんね。そんな急にホラーな展開ある。だいぶハードコア人生で2000万もらえんだ、これ。オーバーボール。これ、ナッシーやばいんじゃない？なんか、しかも三つ星なれるじゃん。え、なにこれ、なれんの？ナッシー結構適当に、適当に生きてきたけど。あ、星3つじゃん。もう10体じゃん。10体よ。うわー、どうも。三つ星料理人来たら。2000万円。やったら。給料いくらになるのか。いや、もう、いや、1億6000。やばい、やばい。さらに子供たちが。やばい。4万。4億5000。絶対勝てない、これ。無理だ。いや、って思うじゃん。これね、愛の力よね、何事も。あ、なんか、一発逆転じまあります。カード失うんだ。え、行かない方がいいんじゃない。いや、いや、何も、いいよ、もう子供に囲まれてさ。幸せに。
あ、ちなつ、ようやく、この年にしてようやく連載を勝ち取る。よしよし。で、ガクも、あ、これ成人するんだね。で、あれ、俺はちょっと危ないから、大きめカード。あー、そうね、確かに。まあ、4は引きたくないよね。あ、う、まあまあまあ、いいね、いいね、引き受け、10、10。で、俺はもう逆転するしかないんだよ。逆転じゃ行くしかないんだけど、3位だけど、俺行くしかない。で、ショートを。まあ、いけるでしょ。バスト多い。S あればって感じだね。お、対策ドラマ主役取れてんじゃん。転職して、まあ、なんだかんだうまくいってるじゃん。なんとか。いや、本当だったらもう余裕で星5いってたんだよな。引退しちゃったから、急に。うん、まあ。ハリウッドさえ行きたかったけど。あれ、なんだかんだ言って。なんだかんだ多くもらえて。さあ、逆転じゃないかどうか。で、カードなんもないからもう。まあ、馬さんはこれ見てた方がいいんじゃない？うん。どうなの？どんな世界が広がっているのか。様子を見ます。どうなんだ？めっちゃいいじゃん。あと、ほんまにやばい。いいようで悪いようで。運ゲーだね。これ、いいの？うん。と、ポイント。うん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 。ああ、なるほど。ちょっと、やってみなさいよ。カードをすべて失うんですよね。使うしかないんですよ。確かに。そうなの。もっと早く使えたら、このカード。まあ、これ10で。そうですね、10で、ボーナスたくさんもらいいのだよな。4000万。あ、でかい。マラソン救助でかそうだな。さあ、新規授業来たよ。知力とセンスが B なので、まあ知力、まあどっちか、これでセンス取り入れてちょっと確率になってるはず。あ、でもちょっとだな。違いで、まあまあ、バツ踏まなきゃいいんじゃん。あ、大成功、大成功、行け。あ、くっちゃ。いや、残念。まあ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 、ベンちゃんむずいね、これ。むずいね。まあ、でも全然美味しいけど、わかんない。お前も行くに決まってんだろうがよ。逆転島行くか。みんな頑張ってるね。あいつマジで。行ってらっしゃーい。いけいけー。いいねー。なんかいっぱい泊まった方がいいのかな。賞金カードね。うん。賞金カードのランクの上げ方がわからん。多分マス。あ、え、あ、引退するんだ。あげさん引退しちゃった。あー。アイドルは引退なんだ、これで。さあ。あれ？あれ？あらららら。じゃあ、そば食べてやるよ、俺が。たくさん知る。おぉ。まあ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 、ここまで痛みはなかった。で、ちやばい、まあ、5以外だなぁ。まあ、そうだね、頑張れ、頑張れ。5以外、5以外。あ、まあいいんじゃん、10だったら早くゴールした方がいいとかありまして。確かに。レアあるよ、あるよ、あるよ。あ、テレビの時代。はい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 。これでいくら？ 1 億円？でかいね。12億これね、早くゴールすると、ゴール地点で一生スロット回せて、なんかお金もらい続けることができるから。へぇ。そう、ゴールした方が、嬉しい。さあ、割りかバツだね。普通に割りかバツ。ななみさんでーす。あ、そうだ。あ、全部、全然なの。え、続けることもできると。ってことリタイアすると、初期の、スケール最高初期の。あー。もう引くに引けなくない？でも。確かに。8000万じゃ逆転できないでしょ。もう。いや、1億6000万でも全然無理だけど。結構今のサービス問題やったけどな。危ない球って、大丈夫、手前か。いいああ、すいません、すいません。さあ、これはスケジュール。リリーさん、そんなご冗談を。めっちゃ簡単やん、バカ。ご冗談を。本当は簡単だったんだけど、リリーがもう女性をすべて同じものとして扱ってたせいで、ミスってた。全然名前知らないんだけど。俺のが渚で、リリーがななみさんで、他わかんねえや。これわかんねえじゃん。あ、強い。1マス前に出ることによって、5000万。1000万もらえる。え、だって俺パートナーの名前知らねえもん。社長からアドバイス。アドバイスをくれてやるよ。いいなぁ。
これ、なぎささんがね、カスになってんだよね。カスじゃん、ガチで。ほんとだ、100万って。くださいって言った。生命保険かけて。行ってみるか、これ。行ってみるぜ。逆に。5、5、5。過去ないから行ってリタイアしたらいいんじゃない？あ、確かに確かに。行ってリタイアガチで熱いよ、それ。天才だわ。みんななんか、これ行かない理由なくない？あ、立ててるんだけど。でも1番でゴールできるもん、ナッシーは。まあ、トラブル踏めばわかる、マジで。まあまあまあ、ゲットね。さて、みんななんかどっかわけわかんないところ行っちゃったけど、ナッシーは老後の人生を楽しみます。はい。おおおなんかバトル、ね、バトルマークですね。なんだこれ、ミニゲームマス。カードハッピーマイ。はい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 。バトルーレット。これね、全員、史上最強のクソゲーが始まります。なになになに、じゃあもう聞かないの？聞かないです。まあ、これはもうルールよ。同じだ、同じ、同じ。はい。え？あ、そうか。そうか、そうか、そうか。あ、終わったこれ。いや、終わったな、これ。終わったくせぇ。成功者に。終わった。オーケー、オーケー。え、これ無理やん、もう。さあ、馬面さんは？あ、終わった。いや、惜しい。10ですか、これ。でも10出されたらちょっと。頼む！追加も。あー、オーケー、オーケー、オーケー。無理よ、無理よ、無理よ。で、これでどうなるかっていうと。しょうもな。うん。これで、何がもらえるの？みんながめっちゃお金減って出してくれます。無理だよ、もう。終わり終わり。よし、よし、よし、よし。終わり終わり。だから本当はだから、ナッシーが負けると、俺ら儲かるよみたいな話だった。ああ、そうね。あ、なるほど、いいね、いいね。いいじゃん。お、いいじゃん。このデアレッキ強いんじゃない？え？多い。あ、お宝がもらえると。元アイドルがアイドルの服もらって喜んでる。これに出してほしいけどね。え、なんかやばくない？大丈夫これ。やばくない？おー、はい、おおおいいね。みんなもらえるでしょ。ハーフミッション好きだな。でもこれさ、早めにコールしたらダメじゃない？いや、そうなんだよ。ちっちゃいマス出したいのはある。まあでも早めに帰らないと。あ、最後怖いね。ナッシーがこうルーレットマス始めたら。うん、これ丸です。え？うん。いいね。もう。デリアちょっと結構キモすぎる。これで、これでリタイアします。あ、キモいな。キモアジエッグ。さようなら。どこに出るの？え？どこ？早っ。それショートカットじゃんなんか。え、前ショートカットしてます。ショートカットじゃない。先行だから。え、やっぱそれ。これ。いやでも10出してもゴールできないからね。ちょっとまあ大事にしてたこの5の目カードでも使いますか。よいしょ。まあ、これはもう、もともとね、たまたま前だ。あなたのレシピ、相場の10倍で買わせてください。すごくでかいよ。でもお金はなくなるからね、結局。やったー！エッグ。やばい、億万長者達成だって。でかっ。僕。さあ。まあ、こっちの人の次第だな。30%、これ。やばい。やっぱ大丈夫だ。いいんじゃない？むしろ、めっちゃいい。ねえ。いや、もうマジいいぞ。プレミアチケット。いや、もう引けないよ。いや、3以上引けばいいんだから。4か。あ、そう、忘れてた。チキンルーレット。これは、チキンルーレットってなんだ。ね、説明聞いた方がいいかも、これは3。あー。あー、はいはいはい。あ、じゃあもう、ブラックジャックだよね。12を超えるとダメなのね。あ、お。あ、めっちゃいいんじゃないの、その10。これやりすぎこれ、馬さん次第。3。あー、これ馬さん強いな。これ馬さんもう一回強いね。もう一回回せる。もう回せる。これ回せない方がいいよ。だから馬さんは9出せさえすれば勝つ。あ、回しますよ。なん、あ、そうか。
あ、はい、おー強い、はい、12ピッタでかいな、終わった、マジおもんねこれ止まんの運ゲーだから3億俺減らないんだ、ほんとだ、え、うまさにワンチャンあるくらい、これ8億もらえたら、え、これマジうまさワンチャン2個いね、どうだどうだ、2、まあまあ10か、まあ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 、さらに、え、あ、最大ってそういうこと、おー、あ、やばい、あ、やばい、え、皆さん月回ってきた、わ、今日なんか溜めてたもんな、え、お前あるぞ、え、やばいやばいやばい、マジある、ワンチャンある、さっさとゴールしたい、しかもこれなし、ゴール前のトラベルマスあるから、え、そうなんだよ、そこの弱点要素やばいんだよな、俺もだけど、あ、え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 、そんなことある、そんなことある、え、え、え、そんなことある、え、え、いや、ウマヅラハギっぽい人生だな、なんだよ、あ、でも、でも、運がよくしてたから、お金、お金、お、お金じゃん、2倍とかになったらよかった、倍にしろや、ね、え、カスだな、これ倍にしろよ、あ、やばくないって曲、あ、やばい、5個だよ、できさんか、できさんならセーフ、え、なんかやばそう、お、遺産相続来た、マジ今さら、今さら相続することある、不動産ゲット、え、これで、やばいよ、不動産ゲット、お金持ちやん、もう、まあ、6000万くらい発見するから、頼むよ、マジで、なしよ、これクリアしたいところだ、頼むよ、マジで、あ、マジで5引き、5、耐えたよ、で、もう引けよ、でまあ、ゴールがなくなってこれでなし、アイドルになった子供が、うちの子が、あ、かわいい、はいはいはい、あ、いつまでも元気に長生きって、終わったじゃん、いや、もう無理やね、元気ないっすね、コミゲームしちゃうじゃん、しかも普通いいからもう無理や、あ、絞られる、これで余裕になればもう無双状態入ってからね、うん、勝てないね、よし、これじゃあなし11とか出しちゃう、ねえ、どうなるの、6弱いな、ちょっと、いや強いよ強いよ、6はこれ2か1が熱いんだよな、最初は 50% の確率でバーストだな、7か、いや、それでは回すしかないわ、あ、これなし次第だな、でもこれ回さない押したってジョコさんステイでリプさんの勝ち、そうだよ、でも勝ち勝ち勝ち、回すしかない、ね、回すしかない、お願い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 、熱いよ、オーケー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 、おお、デキさんは、まあ、一旦5位か。え、まあ、おぉ、デキさんの勝ちだ。できた、やばい。さあ、どうなる、なし。あ、違うわ。なし 2出せばいいのか。バーストするとお金減るとかない。え、お願い、お願い、お願い。うわ、バーストしちゃったか、いや、なしさん、バーストしちゃったか。うわ、かわいそう、え、これ、バーストするとお金減るとか言わない、え、ないんじゃなかった、お金減らないか。でも、負けになってるから。あ、これ減ってるわ、2億取られたわ、バーストするとお金がなくなるんだ、え、俺どうすればいいこれ、ボール行く、あ、もう行った行った、ぴったりだし、まあまあぴったりボーナスでプラス1億円、さらにこれも出しとこう、もう8億円、8億出したらでかい、まあまあまあ6でも、まあ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 、まあ、いやでも6だと微妙か、ギリギリの匂いね、金的に、いやてか無理だわ、いやきつー、これもうちょっと絞りたかったね、いや最初のあの1問目ミスったのが痛かった、確かに、あとは10億ぐらいもらえてたよ、パンちゃん、いやーやべえこれ、あ、もうすぐ確定勝ち、でっかい数でゴールと、はい、ゴールと一番乗りで割とお金もらえたりするんじゃないの、どうよ、お、そんなことはないか、あ、おい、これで、あ、俺もゴール、え、さあ、ナッシーが1引くかどうかです、1引けマジで、マジで1引け、やばい、やべえな、こんな今まで貯めて貯めてやってきたけど、うん、最後くらい決めて、おっぶ、危ない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 、さすがに引かないか、で、俺とさあ、DD 次第だね、ここ、引きが少ない数字とかだったら、あ、いやー、終わりだ、終わった、終わるね、まあ、GG ですと、いやー、無理だ、いや、どうだ、皆さん、最後に持ったアイテムもあるから、不動産とかカードとかあるんですよ、ね、お宝とか不動産持ってるし、みんな実は持ってる、これまだここから逆転あるよ、
全然ナッシーさんも笑ってらんないよ。一個発表ステージ。さすがにないでも。はいはい。まあ最初はい。え？まあ若かりし頃の自分たちが出て。あ、時間時間。あんなことも。でも少ないけど。まあ、正直に関してはさすがにナッシーさんが。そうね。頭一つ抜けてるといった感じ。うん。はいはいはい。正直に関しては資産があるんです。これ、そうしたら見えなくなる。これ、家とか持ってないんですよね、家実は。家の5億とか、5280万。なしは3億。5億。わからん、0。家で、お宝の価値だから、まだ。3個の宝、やる気ボタン。8000万。赤幻の名画。1億3500万。赤字しかないんだ。わずらす、詐欺者の株は10万円。安っ。安い。なしさん、謎のダイヤモンド。謎のダイヤモンド、やばい。2億。2億。ウルトラクジ当たった。3000万か。下がってる、下がってる。あ、うちの壁ね、これ1億あるんですよ。1億。おー。メムチケット。1億でも、あるんじゃなくていい、ワンチャン。これは歩くね。あ、なんか、ワンチャン。広しい。めっちゃ価値あるじゃん。めっちゃ持ってる。歩くね。やばいやばいやばい。これも10。えこれ2億でしょ。え、5億5億え、あれかこれ。え、これどうだ、合計どうなる。でも、家分がやばい。あー、なしは25億。やば、無理や。16億。あ、わ、ギリギリ負けたで。あら、抜かされたかも俺。19億。おー、2だ。ってことは特別賞あります。まだあんの特別賞。ねえねえねえ、特別賞。何の特別賞。ミニゲームで勝ち負けないミニゲームキング。そうでちょっと大家族いらんけど終わりだ。お祈り上手。ああ、ちょっとガンガン急いで進んだ俺か。おお、いろんな仕事やってた。これリリーじゃん。1億6000万でかい。お宝コレクター。これまさに俺だよ。俺よしよしよし。あとは気力を。あれ、ああ、え、これ終わり。これ俺弱い弱い弱い。俺これこれ俺弱い。点数を。俺弱い弱い。うまさに残念なお知らせがあります。バランス王はございません。最終結果どうなる。どうなる。誰が勝つ。誰が勝つ。わかんない。どこ優勝か。わかるけどな。わかるけど、優勝したのは誰だ。誰だ誰だ誰だ。うわーお、さすがにヤッシーで。よしよしよし。2位の方があって、2位の方が熱い。これ2位誰だ。2位誰だ。2位はね、この後見れます。2位の方が気になる。うん、1位も無理。さあ、最終結果。おー、めっちゃ気に入った。え、っていうか、ナッシーも結構危なかったね。危なかった。いや、ベンチャー企業に転向したのが割と良かったな。良かったね。確かに。で、こんな風に。いや、やばすぎだろ。7人の子供だって。子供いすぎだろ。てか、マジ。両輪を極めた人生。普通に一歩ずつ人生を上げていく。子供がだって7億200万稼いでる。すげえ稼いでんだ。子供いなかったら負けてるよね。負けてるね。そうだね。うん。次、ディディ。センス抜群な体力を、俳優として成功した人生でした。家を買い替えるのが好きで、カードを使うのが上手でした。ちなつさん、全然、ちなつさんも子供を全然稼いで。結婚遅かったのが、あれじゃない。確かに響いてるね。いやー、なるほどね。うまさん、コレクターのユニコーン。いや、写真どうにかなんないよ、これ。これえ、なんか一人だけなら質素だね。距離感あるな。家ねえから。いや、そうか。会社員として活躍する人生。休日は祈ることが多く、ちょっとなんか怪しい人なんだな、こいつ。不幸な出来事を乗り越え続けました。子供も結構稼いでくれて、七海さんも頑張ってて、まあ、幸せな家庭だったんです。はいはいはい。会社員を極めた人生でした。とても購入はね、ミニゲームが得意でした。だった渚さんはそんな稼いでくれなかったな、確かに。やめたし最後、まあ、でも子供もね、渚さん可愛かったから。子供一番可愛くない、うちの子が、マジで。いや、まあ可愛いよ。はい。あ、てか、俺稼いだ額だったら俺1位だったんだ。子供さだ、これ。ほんとだ。ほんとだ。あー、ほんとだ。子供さで、あれがでかかったんだよ、最初のアイドルが。いや、子供。でもアイドル、子供作ると。子供がね、ほんとに子供作んなきゃダメだ、このゲームは。たくさん。アイドルじゃあんまり変な。子供作れる職業であればあるほどいい。ほんとに。なるほどね。そうなんだ。ということで、皆さんどうでしたか、今日の人生ゲーム。いや、でも、これはやっぱ生かしていきたいよ。この人生シミュレーターを元に今後の人生をの、まあ、礎に
できればいいなと思います。いつから子供作りてえだけだろ。そうだよな。キモすぎる。でも今回7人クラフトだった。7人クラフト7人クラフトやめて。いいかなって思います。はいはい、こんな感じで人生ゲーム GG でした。はい、あ、GG。 はい、あ、GG。